始まりました活弁シネマクラブ。この番組の MC を務めます映画評論家の森直人と申します。どうぞよろしくお願いいたします。あ、早速ありがとうございます、はい、私は自分で、はいはい、ではメンバー紹介からいきましょうか、はいはい、ではまず皆さんもお待ちかね、映画ライターの吉野正光さんでございます。いやいやいや、はい、おはようございます。お暑い時期に流れてくるこれね、はいはい、ありがとうございます。おいでいただきまして、こちらこそありがとうございます、はい、そしておなじみ映画ジャーナリストのジョッコーシンさんでございます。よろしくお願いします。まあ、久々なのかよくわからないこの3人のメンバーで、半年ちょっとかな、はい、半年ぐらいですかね。前がアカデミー賞か、うん、そうですね、あ、そっか、半年ですよね。3月末ですね、うん、あ、じゃあそんなに、あ、じゃあそんな経ってない、はい、そんなに経ってないです。まあ、ありがとうございます、呼んでいただいて。いやいやいや、嬉しいございます。でもそんだけしか経ってないのか、すごい濃い、うん、濃かったですね。すいません、もうこの2年間、うん、なんなら3年ぐらい、うん、もう記憶がわかんない。あ、一緒一緒、今これ始まる前ね、もう同世代話でね、もうダメだね、50話みたいな。更年期が大変っていう話ばっかり、更年期話ばっかりしてたんですけどね。皆さんお気をつけください、お気をつけくださいね。地獄の50代、ね、地獄ですよ、はい、まあまあというわけで、はい、まあ、今回はこの3人なのでフリータイムといいますか、はい、自由時間なんですけども自由時間です、はい、お題2022年上半期映画界を振り返るでございます、はいはい、振り返っちゃいますね。これが振り返っちゃいます。大荒れの半年大荒れですよ。実際大荒れでしたね。大荒れでした。だってさ、うん、その前がだからそう、3月28日の夜よ、うん、あ、そうだ、発表する当日なんです。そうだそうだ、吉弘さんがもうテレビ地上波の方でね、もうこれから喋らないといけないというその直前に、あ、そうそうそう、もう来ていただいて、ちなみに今日ね、すっきり済ませてきたばかり。あ、そうですね、逆ね実は、あのね、そっからだからさ、4ヶ月半とかなんで、じゃあそう、うん、そう、でもその間が濃すぎたよね。濃すぎた、ね、ちょっとだからなんか上半期の総括、うん、去年やってなかったんですよ。そうですね、大体1年総括、もうだからもうパンパンになってそうそう、喋らないとまずいっていう、やるべきだなと思って、ね、あとね、私たちの記憶力問題もあるからね。そうそう、4ヶ月半もうね、そう、あれ下半期行くとね、上半期のこと多分忘れてると思うんであれ、それ今年だったみたいな、ああ、そうだったそうだったってなりますよね。もう常にね、僕今日それ起こると思うんですけど、はい、まあでもいろいろ喋りながらいろいろ思い出していければと、はい、思い出していきましょう、はい、思います。じゃあいろいろまあいきましょうか。まずじゃあ上半期、成功では4ヶ月半ぐらいのざっくりした印象からいきます。吉野さんいかがでした、この約半年弱。うん、なあ、まあ、一応人はも、ね、ポジティブな話でいくと、うん、はい、映画館に人戻った感がちょっと出てきた、出てきましたね、うん、で映画館自体に規制もなくなって、うん、で対策の供、ハリウッドの対策の供給が再開したっていうのはすごく嬉しかったんだけど、うん、はい、まあ、ネガティブニュースの方が多かったかな。そうだね、うん、まあ、一応その業界的には本当その海外からの来日とかも、はい、戻って、表面的にはまあ結構、はい、戻りつつあるのかな感はあるんですが、広告業界的にね、うん、戻していかないといけないっていう圧力ゆえに戻ってきた感を演出してるのかなって割ともう確信ってところになりますねそう、戻った感を演出してる感もすごいよね、うん、そうなのよ、うん、じゃあ身になってるかというとちょっと微妙なところはありますね。おっしゃる通りですよね、はい、それがやっぱり一番この半年では、もう本当顕著でしたよね。だってこの2年間全く来日っていうものがなかった、ね、全部リモートで済ませてたところ、うん、まあ初来日がまさかのワウワウだったっていうのが、ね、面白かったけど、あ、そうだね、しかもそんなに割れになってないっていうのもね違うのよ、あれはね、やっぱワウワウだからね、地上波がね全然取り上げられなかったの、競合っていう扱いになっちゃうから、ね、配信とワウワウはダメなんですよね。しかもあのドラマいいドラマね。いや、面白かったよ、ね、うん、面白かった面白かった、はい、東京バイス、東京バイス、はい、2も決まったので、はいはい、いや、あれはやって正解の企画だったと思います。なるほどなるほど。しかもコロナ禍だからこそできた東京のロケ、うんうん確かにね、人を止めないでも人がいないっていう本当そうよねじゃあこれからあのロケできんのかって言われてちょっと微妙な気分になってくるそう、人のいない街が撮りやすかったという、そうすごい怪我の巧妙があったという。だって今まで渋谷のロケなんて日本映画でもなかなか許諾が下りなかったもん、まあ、本当そう
こですよ、ね、見えないですね。だから中国人が作っちゃったじゃないですか、ね、そう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 だって日本映画も栃木にねあの交差点作ってるから、ね、あそう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 オープンセット、そういうのもある、うん、そうオープンセット作ったね。ガチで撮ったのってでもあのとんかつ DJ ぐらいか、そう、あ、そうそうそうあれが実は宇田川町とかでね実はそうやってたの。あとねなんかね六シタンから、うん、あのダマテンで撮ってるっていう映画が1本だけあったんだよねあそう本家で、そうなんでもそれぐらい少ないんですよね、うん、すごい難しいんですよ。スクランブル交差点はねなんかあのちょっとアイコニックな感じで写せるけど、うん、あそこが一番観光スポットだっちゅうのに、ね、それを活用できない、うん、この日本映画界の愚かさ よ、うん、ダメです、本当にダメよそうだからそのルール変えようよ、そうですそうよ、北九州見習ってって、あ、そうね、そうよ、うん、だそういうのもだから戻りつつあるっていうね、そうそう、ことなんですよね。だって東京バイスはあれだったじゃないですか、マイケルマンとかがみんなで都庁行ったんでしょ、はい、まあそうだよね、うん、そっちの絡みだもんね、そう、ユリコに挨拶に行ったから OK が出たんでしょ、それニュースになったんですよ、そう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 え、そこからっていう話じゃない、いきなりそう、そうだからそれももうやっぱり結構前に思えるね、うん、その、うん、東京バイスマーケルマンニュース、そう、小池知事ニュース、ね、だから撮影中ちょっとツイッターでバズったよね、うん、あれこれマイケルマンじゃないっていう、あそうだね、もう80歳とかですもんね、はい、なぜか白髪のおじいちゃんが映画を撮っているかなり時間かかりましたね、手話がいやでもね、うまいこと編集されて、ね、よかったですよね、うん、なるほどなるほど。じゃあ、ジョさんいかがですか、上半期。そうですね、うん、あの上半期は本当に表はやっぱり北米の映画界は復活するのがやっぱり全世界の映画産業にとってすごく、まあ、起爆剤っていうか、いい傾向だと思いつつ、うん、うちの国はすごく悲惨でした、上半期は、うんうんうん、まあ、それもありますし、うん、で日本国内もヒット作があの100億を超えた作品は2本ありましたけど、実は裏に隠された課題はものすごく多くて、でしかもこの上半期がいろんなことが起こっているので、うんうん、これはちょっと上半期であの吉江さんを呼んでちょっと語りたいなっていう気持ちがあって、あのいやいや悪口じゃないでアドバイスです。いやいや、いや悪口にしか聞こえないと思います。ということが、いや本当に上半期いろいろ語りたいなっていう感じですね。ね、多分これ下半期に行ったら熱量冷めてますね。そうですね、下半期はどっちかというとあの賞レースの話がメインになってるから、だって、ね、さっきちょっと言ってたんですけど、あのラインナップ見たら下半期のラインナップ割と地味なんだよね今年、アバターだけお祭りになるだろうっていう、アバターとあとワカンダフォーエバーは、あ、なるほど、まあ、多分お祭りになるんだろうけど、まあ、予告やってますもんね、まあ、でも両方ともディズニーだしなって、ね、思うと、う、ね、ん、うん、他で話題になりそうなものが一つもね、できないです、ね、そんな地味ですか、うん、地味ですね。あとは賞レース絡みばっかり、そうだね、だからまあ質的にいい作品はね、うん、まあ、出てくると思うんですけど、いわゆるビッグバジェットのブロックバスタームービーみたいなのがそんなにないっていうことを考えると、うん、まあ、マーベルもあとブラックパンザー1本ですね、1本、はい、であとは来年に持ち越しなんで、はい、まあでもそれはちょっと本当ね、あのお祭り的な対策って難しくなってくるでしょうね、うん、配信っていうのも、あ、そう、ね、うん、まあそうね、だからその辺も配信時代も今年上半期かなり激動なんですよ、激動激動、また変容が起こった気がします、ね、いろんな大事件が起こっているので、はい、合併とか合併なあのユーザー数減、いや激減とか、ね、激減とか、ね、そう、一応ね、あのジョさんから、ね、いただいてるんですけど、その進行表それがね、はい、ちょいちょい入ってるんで、はい、じゃあそれに沿ってちょっと行きましょうか、はい、お願いします、じゃあまずはなんですけども、ポジティブなニュースで、はい、トップガンマーベリック、はい、まあ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 外せないですよ、大ヒットというか、まあ、一本かぶり、え、もうこれしかない、これしかないっていうぐらいのさっき言った100億国内で超えたって、はい、コナン、いや、あの呪術廻戦です、呪術廻戦、あ、そうそう、はい、確かに呪術廻戦あったか、120とか130ぐらい、なるほどね、呪術廻戦と、で、その次がトップガン、コナンは92億です、そうそうそう、あ、コナンが、はいはい、その、なるほどね、100は言ってないよね、はい、まあすごかったね、はい、トップガン、トップガンはだから同じ日に見てるの、ね、あったもんね、はい、え、でも私生まれて初めてじゃないかな、見てすぐに、うん、私のちょっと上の編集、うん、担当の編集の人が絶対好きなはずだから、うん、速攻でメッセージ送ってたんで、あ、ね、死者の予約したって言ってでも絶対見てて、ね、
や僕ね見た時は、うん、まあ吉弘さんあの席に座ってらっしゃって、はいはい、挨拶したじゃないですか、はいはい、でここは同世代でしょ、はい、であの帰りにジョさんとショウさんとたまたま会ったんですよ、はい、ここはお二人が同世代だよね、うんうん、で僕あのデンジャーゾーン流れた時にあそうそうあこれはもうみんな爆上がりしてるの同世代ねここは爆上がりなのそうそれは目に見えた、ね、目に見えたもうこれは来たなとただ下はよく分かんなかったから、ね、わけ分かんないと温度差がまず生まれるかなと思ったんですよそうそうそう、うん、でもなんかそれが解決してきましたよねなんかね、うん、勢いって大事だね大事ですね本当そう本当に勢いって大事、ね、なんかねじ伏せていったよねその辺もここはトム・クルーズのパワーですいやすごいですね、うん、あの人トップスターであり続ける理由って本当に今年よく分かりましたわそうですね、うん、いやすごかったえジョさん実際どうだったのいや実際楽しかったです、うん、ただここまで社会現象になったと思わなかったですですよね、はい、あのでも森さんと見終わった後もあの、まあ、いろいろ話しまして、うんまあ、ヒットするだろうと思ったら30億ぐらいじゃないかなと思うんですよ、うんうんうん、そうそうそう、はいはい、言ってたかもねそういうことねそうですうん、うんやっぱ私も見てすぐに思ったのが30は絶対だ、はい、固いだから多分今東亜は情報修正をして50にしようとしてるなっていうのは思ったの、ねうん、で聞いたら本当にそうだったの、うん、タイミング的に、うん、だから4月あカンヌからプロモーションが始まってそうだね、はい、お前はカンヌだもんねカンヌで来ましたそうカンヌから始まってその前にインターナショナルの予告が解禁になった時にちょっと潮目が変わったんだよね、うんあちょっと変わってあれもしかしてこれ面白いかも、うん、なんかトム様が俺様映画を撮ったんじゃないかっていう心配があったのが、うん、あそうじゃないこれっていうのが分かって、うん、でちょっとずつ盛り上がったとこカーノで爆上がりで、うん、毎週のようにイベント打ってたから、うん、毎週ニュースが入ってくる確かにあなんかこの古式ゆかしいハリウッド映画の宣伝方針戻ったなって感じがそうこれこれみたいな、うんそうねで実際は我々が完成品見た時に、うん、あなるほどねこれは面白いわとこれやっぱりでも本当に出来があの素晴らしかったことが大きいですよねそうですねしかも1作目見なくても、うん、そう単体で 見て盛り上がる若い方が多いじゃないですかむしろさ、はい、1作目さただのアイドル映画あでも、ね、本当そうなんだそれほど面白くはないんだよねこれで音楽いっぱい使ってねそう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 10ボックスサウンドトラックだから、ねはい、あれさ伝説化してるけど違う違うからね違うあの面白いか面白くないかと言ったら面白くない面白くない、ね、ないあの、うん、かっこいいっていう映画あそうねまあヒット作なんですよねいわゆるねあの時代にあったアイドル映画のものすごいちゃんとした作りの映画そうなんですよ ね、うん、ですねあのいわゆるなんかその映画史に残る名作みたいなものをイメージされたそれは違うんですよ、うん、いや全然ショーシャンクと比べるかって言ったら違うじゃないですかそういうんじゃないんですよねステージが違うんだけどそうそうそう今回はでもそのカンヌでやるようなステージに持ってきたっていうことなんだろうな、うんまあうんまあ、カンヌとしても起爆剤は欲しかったはずなんですよ、ね、もう毎年こういう作品1本やるっていう、まあ1本はね、でも今回やっぱりトップガン2年は絶対配信しないという姿勢があそうそうそう、まあ、映画館へのメッセージ性も考えたらすごくぴったりな1本ですし、うん、あとトム・クルーズさんはやっぱりすごいですね、うん、いろんなところがはい、そうそう あれね契約みたいねあの人もともとさ、ね、ずっと KT ホームズと結婚する前に失言したせいで、うんうん、あの単独の取材を受けませんその代わりに、うん、か会見もやりませんその代わり、うん、全世界俺が回るからっていう契約を取ってるはずなんですよ、うん、なんだけど今回は大サービスですよね、うん、単独の取材までくっついてきたっていう、うん、でもそうやねそうあれは本当の大サービス、うん、確かにセレクテッド本当の媒体しかやってなかったけれども、うん、数字見て、うん、だから日本テレビ3媒体しか入れなかったあそうですかけど、うん、でも単独だったからね、うん、いやすごいでもそれぐらいやっぱりもう決定的なものとしてかけてた、うん、だからちょっと本当その瀕死になってる映画産業やそうそうそう映画というカルチャーのもうなんか象徴みたいになっちゃったもんね象徴ですね、うん、配信へのカウンターもすごかったあそう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 、はい、今回は、うんカウンターパンチですよね。だからカンヌがっていうのはそこシンボル化したっていうのはそういうのもこれはシネマであるっていう、はい、そうそうそうこれあの、うん、劇場しかないオンラインシネマオンラインシネマオンラインシネマすごい
一段来たなと思ったけど、シネマというよりもオンリーインシアターなんで、ね、うん、ね、4D と IMAX のフォーマットに合わせて作ったんだから、そっちで見てよっていう。だから言ったら、あのクリストファー・ノーランがちょっとやり、そう、やり損なったことを完全にやったって感じ、うん、はい、クリストファー・ノーランもね、あれやりたかったんだろうけどね、テネットをね、そう、もうあの人めんどくさい性格じゃないですか。あんな分かりやすくないですかね、トップガンみたいな。そうなの。やっぱりそこが、でも本人としてはね、娯楽のつもりで作ってるから、そこが問題なのよ。何回やかかそうなの。でもそうなんですよね、はい、そう、本当ノーランがやりそこになっちゃったことを、うん、トップガンマーベルが完璧にやっちゃったという印象だな。でしかも今回トップガンの内容はかなりやっぱり IMAX とかスクリーン X にぴったりだぴったり、スクリーン X すごかった。超面白かった。何回か見たんですか、じゃあ。ね、おかわり、うん、おかわり2回行きました。おかわり2回、おかわりの人も多かったみたいな。おかわりのおかげでも多かったんですよ。そうだな、おかわりめちゃめちゃいっぱいいたもんな、ね、なんかね、何倍食うねみたいな。結局ね、私記事書かなきゃいけなくてリサーチをかけたんですよ、そしたらリピート率っていうのが実は出てる。あ、そうですか、うん、だけど大体こういうふうなヒットする映画ってリピート率が、あの 0. 何パーセントとかいう感じらしいんだけど、これ一桁入ってるんだって。で、しかもそれが40代以上の男性で、あ、まあ、分かりやすい数字が、分かりやすいです、分かりやすい、そうだよね、まあ、コアゾーンはそこなんですね。そうだから、みんな一回じゃあ IMAX スクリーンで見ました、じゃあ次は 4DX、MX4D、 じゃあ次はスクリーン X みたいな、フォーマット替えで見てってるみたいな。最初はね、40代の男性を中心、メインの客層として考えたが30億じゃないですか、はい、こう成功したのはやっぱり40代男性以外の人が、そこが一番そこの、はい、大きなポイント。みんな行ってるよ、みんな行ってるんですよ、若い人は。もうでね、若い人が行って大丈夫だったっていうのはストーリーなんだよね、はい、ちゃんとトム・クルーズの世代が若い世代に助けを渡すっていう話になってたじゃないですか。確かに、ね、でしかも老害でもないんですよ。そうです、あ、そうだね、かっこいい、かただただかっこいい先輩戦出てきたっていう。確かにね、そう、そう、あれ、あの、うまいよね、そう、あの、そう、生きった若者たちをなんか、ボコスカにやるんじゃなくって、いざめるでもなく、いや、俺たちはできたんだよって言って、そうだな、とりあえず道筋だけ見せて若いのに助けを渡すっていう素晴らしいストーリーじゃないですか。だから僕はちょっと ある一番、近い時期のイーストウッドをやっぱ思い出したんですよね。ああ、うん、グラントリの時代かな。そう、もうまさに、それができちょっと老害ではないけど、そうそうそう、あの先輩っていうね、うん、あのうまいところ、ロールモデルになりうるっていう。そうですね、うん、まあ、それは確かうまいですよね。そう、なんかそれコメント求められた時があって、うん、先月かな、じゃあ例えるとしたらみたいな話になった時に、私ポンと出てきたのがマイ・インターンだったんで、マイ・インターンね、あれはデニーロか、そう、デニーロが、あのアンサー・アンハスウェイが演じてるあの EC サイトで一発儲けちゃって日もサチも行かなくなっちゃった社長にそっと手を差し伸べるだけのパイセンをやるっていう、あのデニーロ好きな人多いですよね。 いいのよ、あの理想の上司、そう、理想の上司、でも上司でもないのよ、部下なんだよね。そうね、あ、部下や、部下、確かに、あの引退したおじいさん、おじいちゃんだから、ただのインターンですから。そうだな、でもすごい、そう、人気あるんですよ、実はね。いや、あれかなって言ったら、あ、なるほどみたいな、うん、いや、わかります、わかります。で、ほら、うん、トムも今回マーベリックは引退直前なわけじゃない、もう、そうそうそう、もう崖っぷちじゃん。まあ、実際60だし、ね、60です、今年60です。そうで、ほら、マーベリックのキャリアとしても、うん、これが最後だよって言われちゃって、うん、ってるわけですよね、最初に、でしかもアイスマンさもういきなり死んじゃうし、そうだね、だからうまい出し方したなと思って、だからマーベリックの後はマイ・インターンになる、ね、そうそうそう。まだじゃあ道はあるわけね、あのマーベリックの後に、ね、後があるとしたら、うん、あのインターンとしてインターンよね。若者の部下になる、特別出演になる。そう、だって今あ、いいですね、日本のドラマでもそれあるじゃん、ユニコーンに乗って、あ、西島さんが、なるほどね、うん、おじさん社員としてユニコーン企業で頑張るという、本当だわ、マイ・インターン方式、そう、マイ・インターン方式ですよ、あれ。でも我々もじゃあちょっとそっち側の年代としては見習わないといけない感じですね、はい、怒らない。怒らない、注意しない。老害になっちゃダメですね。そうそうそう、老害になるのが一番ダメですよ、これから社会を支えてくださる若い人たちをね。どうやって居心地いい社会にしていくかという問題ですから。
でもまあ本当トップガンの存在じゃやっぱ大きいですよね。いや大きいですよね。だからこれなかったらやばかったね。じゃあ逆に全世界13億ドル超えましたね。だって中国上映なしでそう、それがすごいのよ ね、はい、タイタニック超えしたでしょ北米が、はい、うん、そう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 。だからこれってだからその例えば今年のその批評家筋のランキングとってもかなり上位、いや絶対上位、ね、トップ3に入るでしょう、そんな感じしますよね、うん、だからそれぐらい本当一本かぶり感があるね、うん、なんか上半期1月にさノーウェイホームがあったりとかで、うん、割と起爆剤が最初からあったっちゃあったんじゃない、うん、で、うん、ファンタビとかがあったりとか、でもなんか遠い昔の話になってるよね。そうそうそうで数字もまあまあ良かったから、うん、あなんか洋画元気良くなって良かった良、うん、かったって思ったら、あ全部かっさらっちゃったよトム・クルーズ、うんこれってまだだから入ってるんでしょ、お客は。まだ入ってる。まだあの週末ベスト5入ってるんですよ、はい、そう。じゃあ呪術廻戦抜く可能性もある？いや、そこまでは、今ね、あの特集フォーマットが全部あのキングダムとかに行っちゃってるんで、うん、あのプラス料金で稼げなくなってるから、なるほどね、なんか110とかで終わるんじゃないかな。でもすごいよね。10行けばいいんじゃない多分。でも、もう105だからね。うん、あ10はいける、いけますね、うん、こうなったらじゃあ配信に流れるタイミングとかもやっぱ変わってくるって感じですか。ここまで当てられちゃったら変わるけれども、うん、ディズニーみたいに45日ルールっていうのを作ってる会社もあるから ね、 ね、そうだからそれじゃなくてよかったよね、まあ、そうそう、パラマウントはね日本で展開してないしね、そもそもパラマウントプラスが、ね、プラスがあるけどね、そうそう、あるっちゃあるんだけど、ドラマもちゃんと作ってるので、ね、でもねパラマウントとソニーはね、うん、割とそここだわってる感じがする。なんかそうですよね、うん、あのこうなってくるとかなりもうあっちにガッと流れたところと、うん、あそうでもないっていうのが割とはっきりし してる感じがする。もうそのゴンゲがディズニーだけど、うん、もう流しますっていう。そう45日はすごいですね、うん、45日まあそれはね多分日本においてはあれじゃない、東宝シネマズを怒らせたっていうのがあるから、うん、シネマズになかなかやってくれなくなっちゃったから、まあ、でも実際海外 の、 あのマーケットを見ると大体45日は終わるんですよ、うん、終わる。あそう、日本はね長いんですよ、割と長めです。45日がスタンダードになってるんです。大体1ヶ月で終了なんですね、うんうん、で15日のバッファーを取ってる感じ、うん、でも45日ってさやっぱり短いよね。短いですよ昔に比べたら。でもやっぱシネコンだとねどうしてもそうなるんじゃない、2ヶ月興行してたら、同じ劇場で興行してたら大ヒットだもん、うん、でもさ、感覚としては、うん、もう45日だったら、うん、僕待とうって思うわ。あ、うん、まあそういう若い人も結構いるとは聞いた、ね、うん、そうなると思いますよ、うん、やっぱり、うん、45日だもんね。このバランスはディズニープラスで稼げるか劇場で稼げるか、そのバランス多分かなり専門家計算してると思います、うん、公式方程式が。なるほどね、はい、うん、特に日本の場合はその自社コンテンツで自社配信を持っているところっていうのが意外と少ないじゃん。他社にリリースしちゃってるじゃないですか、うん、ワーナーさんとソニーはもうネットフリックスに任せるみたいな、うんうん、HBO Max の作品は U-NEXT 行っちゃってるけどみたいな、うんうん、でもじゃあディズニーだけはそれができるっていう、うん、自分のところに全部入ってくるっていう風になったら45日ルール、まああれは北米で最初に作ったルールらしいんだけれども、うん、日本も適用していいかなって思っちゃいますよね。あれってじゃあその45日ルールっていうのはそのディズニーでやる映画は全部そうなんですか、うん、劇場公開もない、 そもそも劇場公開のもの絞っちゃってるから今、うんうん、そうそう、劇場公開しない作品、しない作品が多いですよね。ピクサーのあのアニメはあのあもうファーストライトイヤー久しぶりの劇場公開、そうだから最近思ったのが、うん、そこがもうなんかさ、なんか曖昧よね結局、うん、バズライトイヤーも僕だいぶ期待してみたけど、うんうんうん、45日待ってもいいかなみたいな、うんうん、いい作品なんだけど、うん、別にっていう感じのとこに収まっちゃうっていう、うん、あの微妙さ、でもディズニープラスのユーザーは増えてはいるんですよね。激増です今、激増です、ね、いやもうそれはね、はい、スターブランドをねローンチしたおかげだよね、はい、フォックスの作品も全部入っちゃったっていう、あれは大きいよ、いや大きいでしょう、まあ、どんなサーバー持ってんのっていうぐらい作品入ってるからねあれ大きいよね。前はまあ逆に言ったら本当そのディズニーチャンネルだよねみたいな感じだったけど、やっぱね、急に増えましたもんね。急に増えました。しかも料金も安いので、そうなんですよ、ネットフリと比べたらね。比べると作品数にして安いと思う。でも例えばそのじゃあアバターとかってどうなんですか。アバターはオンリーシネマですよね。それはもう完全に、はいはい、もうキャメロン先生が絶対許さないでしょ。だから特例はあるわけ、ね。特例ですね。
まあそうでないとね。あとはディズニーアニメーションスタジオものが、あ、いやいや、もう次のアニメーションスタジオのがもうディズニープラス決定してるんで、うん、なんですか？あのディズニーアニメーションスタジオの新作長編は、うんうん、あの今までピクサーはもう無条件にもうディズニープラスに流されて出たじゃない、うん、でも本丸はやってんだよね、ミラベルとか、うん、あ、そうだ、うん、劇場やってんの、うん、じゃあ次はって思ったら次のはディズニープラス配信になっちゃってるから、あ、そうでしたっけ、うん、だからやっぱそこは上層部が出来栄えとかストーリー見てマーケティング考えるんだろうな、あ、これだったらそうか、配信、あの劇場かけても、そうそうそう、多分全部決まるで一本一本、うんうん、なるほどね、アバター45日はないでしょうね、いや、それはないじゃない、それはない、あったらびっくりするよ、はい、だって多分だけどさ、またアバターさ新しいフォーマット作るよ、そうですよ、うん、まだ発表されてないんですよ、絶対作って持ってくると思う、うん、今予告やってるけど、あの予告で済むとは思えないですか、絶対違う、あのレベルでは、うん、あのレベルで済んだらむしろダメっていう感じ、10年前とそんなに変わってないって感じ、変わってないのよむしろなんか古くないかみたいな、ね、これ20年前できたよねっていう話になっちゃうから、そうなの、あれ謎よ、ね、ものを持ってくるはずなんですよ、ね、しかも2345ですね、そうそうそう、4本連続ですよ、そうな、全部取り切ってるはずだからね、はい、今でもすあまりにも謎が多すぎるわ、何の情報ないからねどうそうじゃないんですよ、私たちも何にも分かんないですそうそう、いや本当にね、どこでいつ発表するのか分かんないですね、いやもう直前だってよ、うん、はい、うん、どんどん直前増えてきましたね、うん、だからそうすると私たちの仕事をやりにくい、本当よね、うん、どうなるでしょう、いや困ったもんです死者とかもないかもしれないですね、死者は、はい、死者減ったんですよ、そのね、まあ、あの直前ものね、減りました本当死者は、うん、だってトップガンの死者はあの日しかないですよね、あの、うん、そうね、あとちょっとだけなんか死者室開けたらしいけど、うん、少ないです、はい、うん、でもトップガンの死者室で見るもんじゃないじゃん、そうです、すごい小さいから、ちっちゃいの、うん、だってアップリンクみたいなスクリーンじゃん、そ, そうなんですよ、本当小さいね、そのこじんまりのホームシアターみたいなところなんで、あそこ、そうそうそう、だからまあね、まあそこもでももうなんか試合の流れでしょうね、うん、なんか致し方ないかなって気はしますね、うんうん、まあ、ちょっとじゃあその配信関係、ジョさんからいろいろいただいてるんでちょっと見ましょうか、はい、まあ、ワーナーブラザーズがね、はい、ワーナーブラザーズディスカバリー、はい、これが今年4月か、はい、うん、どうなんですかこれは、はい、不安しかない、あれなんかちょっと前出てたよね、あの DC10 年計画みたいな、あ、 DC10 年計画も1本切って、ね、はい、1本切って、でもね、あまりにも DC はねタレントの不祥事が多すぎてちょっと本当に続くのかどうかがヒヤヒヤしてますよ、ついてないよな、そう、選ぶ人選ぶ人みんな不祥事を起こしていくという、ね、やっぱちょっとあのピカレスク系の内容だからちょっとそっち側の人材に行っちゃうのかな、やっぱあれだよね、マーベルはそこら辺の人材発掘うまいんだよ ね、 ですね、そう、もうなんか不祥事終わった人とかは持ってくるけど、そうそうそうそ う、 そう、ロバート・ダウニーね、そう、みそぎ済んだ人は、ね、みそぎが済んで再起をかけてください、ここでって、そうそうそう、だいたいクリーンですよね、そう、みんなクリーンで、あとね、情報出しもすごくうまいしね、マーケティングがすごく上手だよね、え、マーベルって今どう見てます、僕あれよ、だから おとついようやくそうラブ&サンダー、はいはいはい、見に行きました、行ったけど、うん、もうなんかもうどうすればいいのかな、なんか番外編というかわけわかんない、これ何劇場でやんのかみたいな感じだった、でも劇場でやんないとどうしようもない映画ではあったかな、あ、多分劇場でやらないと、あのディズニープラスで見ないかもしれない、あれ配信に入ってたとしても、ね、あれこんな新作あるんだみたいな感じになっちゃう、なるほどな、そうかもね、うん、あの劇場でやってくれたからじゃあそうそうそう行くかって思ったけど、あと一応なんですけど、うん、あのマーベル単体ヒーローものフェーズ1、2から始まってる単体ヒーローもの、うん、で、一番長続きしてるのってそうなんだ、そうですよ、そうです、そうそうね、そうです、そうなの、でもキャラえらい変わったよな、うん、もはやなんかちょっとガーディアンズとそれほど変わらないのではそうそう、まあ、あんなんやったからみたいな、まあ、それはタイカワイキキのせいですよ、ああそうだな、あの方、まあ、うまいよ、そう、まあ、ジョジョラビットの人だもん、ね、そう、いや、やっぱうまいなと思うけど、うまいだけどね、やっぱ笑いに落とし込むのがうまいっていう人だよ ね、 そうだね、でも今回はもうなんか長いコント見てるような、いや完全にコントでしょう、ラッセルクロー出てきた瞬間ちょっと待てって思ったから、ね、何それでちょっと待てゼウス、あれなあ、うん、しかもラッセル
何これそう、どう消化していいのか分からん一本でしたね、うん、私のグラディエーターがこんなことになって、ね、煽られになってしまったよ、ね、煽られなんかみんなどんどん変わってきてあそこになだれ込んでる映画みたいよね。でもやっぱねスターのカレー問題もあると思いますよ、うん、トム・クルーズじゃなくてね。トム・クルーズは別格だっていうのがよく分かった、ね、ブラピトね。そうブラピト、トム・クルーズは本当に別格だし、やっぱ彼らは自分のプロデュース作品っていうのをたくさん持っているから、ね、ちょっと別格すぎるんだけど、他の人たち俳優一本でやってきてる今50代60代の俳優たちが結構なもう受け皿がないみたいなみんな煽られなってる、ね、そうみんなちょっと中小規模の、ね、作品に出そう、ね、だってね、ほら、まあ、あのニコラス・ケイジ、ニコラス・ケイジっていう旧戦法がいますけど、もうずっと悩んでいる人がいるから、やっと最あの借金全部返したあ、ようやく返したようやく長かったね。もう、はい、ニコラス・ケイジみたいにやろうとしてるような人が増えてきてるからさ、そうそうそうなんかあれダメじゃんみたいな、バツナギのお金を稼いでるじゃろお前らっていうそうそう、もう何でもね受けちゃうよみたいな、本当これ本当に脚本読んだみたいなそうだから、あブレッドトレインご覧になりました？もちろん。いや面白かったよ、ね、あのね B 級として見たらめちゃくちゃ面白いんですよ。そうなんか秘宝が今あったとしたら大喜びの作品だと思う。あ、そうだね、あ、まさにそう、あの、うん、キルベルとかより出来いいなと思う。いやもう全然だけど、うん、ツッコミどころしかないから、ブラピの A 級アクションだっていう風に見に行ったとしたら大こけよ。だからそこだけですよね。これねめちゃくちゃ面白い B 級映画。そう本当に思えばすごく面白い、すごくいい。僕ちょっとびっくり しましたもん、うんうん、ね。新幹線とおぼしき超特急がまさかの一晩かかって京都に行くって感じ。いやあれ新幹線じゃないんだよね。そうなんか知らんけど5駅も止まってるからね。いやのぞみじゃないしゆかりだし、ゆかりだし、ね、ゆかりって書いてる。そうしかもね、なんかあのふりかけの色っていうのがね、分かってお前やって分かってやったのなこれってしそのやつね。そういやそうブレッドドレインはね、あの9月1日いや実はおすすめで、僕だから面白かったです。そう映画好きには絶対速球する、ね、アメリカ初週1位でしたね。1位ね、うん、だから分かりやすいもん、うん、だってブラッド・ピット主演アクション、ね、そうで本当意外に面白かったっていうね。でしかもねコロナの時に撮ったっていうのが分かるんだけれども、それをうまく利用した密室アクション、ね、しましたね。すごくうまいなと思った、うん、あれね、だからハリウッドの良さが結構いっぱい出てて、あれ日本でやったら無理なんですよね。無理いろんな意味でね、あの20年前の香港とかがやりそうなことをやってる。まあおっしゃる通りですね、うん、それをあのハリウッド規模でガツッとやった映画なんですよね。そうするとこうなります。そうだから本当ね、カレー問題でいうと、そうこの2人、トム・クルーズ、ブラッド・ピットはやっぱり特別すぎる。特別だって、あのジョニーですら危ないよ。ジョニーではやばすぎるでしょ今年大変でしたね。あれこそ俳優一本でやってきて日もさつもなってる人じゃないですかいや今年はかわいそうでしたよ、ね、厳しくなるじゃないですか、うん、厳しくなる。だからそれって10年ぐらい前からあったじゃないですか、うん、ちょっと40代30代後半以上の女優には仕事が来なくなるっていう問題があったじゃない。ああ、ね、男もね、そう、それは実は男もだよっていうのが今まさに、まさにね、出てる本当。ジョニー・デに関しては僕だから今回の裁判で、うんうん、あの出てくる写真がちょっとなんか気の毒だったもん、はい、うん、もう辛い、辛かった、見てるだけで辛い、うん、なんでこんなん出すのと思う。そして私たちは何を見せられてるのかひどかったね。なんだろうこのひどいカップルの痴話喧嘩を聞かされて何をしてるんだろうね。いつか映画になるかもしれないです、ね、いやするんじゃない、買い取ると思うよ、映画に しないと元取れない感じがあるけどね、まあ、多分やるとしたらアンバーハード側がやりたがるだろう、ね、あ、そうだね、お金稼がないといけないからプロデューサーとか、はい、ちょっと戻すけど、ワーナーブラザーズディスカバリーっていうのは、はい、じゃあこれはディスカバリーってあれでしょ、ディスカバリーチャンネル の、うん、あのアニマルプラネットとか、はい、ディスカバリープラスもありますね、うん、はい、どういう感じに なってんのそれって。なんかあんまり僕イメージがつかないんですよ。なんか一緒に合併してもう一個のプラットフォームを作りたいっていう話が今噂になっていて、 HBO プラス、HBO Max とディスカブリープラスを合併にして、ディスカブリーはどっちかというと女性観客がメインで、 HBO Max は男性だから一緒にでかいものを作りたいですけど、結構分かれてるんですか。分かれてますね。ただ今ね、あの数字が出るとねかなりやばい、うん、はい、全然いってない、全然いってない、うん、
だからそこがディズニープラスがいいビジネスモデルなんですね。そうですよ、だって、うん、なんだっけ、ネイチャー系のナショナルジオグラフィックが入ってる、ね、でもそれの、まあ、パクリって言ったらあれだけど、でもパクリよ、パクリ、いや、まあ、そもそも HBO Max がパクリだから、ね、まあまあそうだな、だからちょっと後追い感が、後追いだからワーナー大混乱じゃないですか、そうストラもすごくて、うん、人材全部流出したんだ、うん、そうそうそう、ただ HBO Max に関しては、うん、本当日本だけ異常にうまくやってるのが U-NEXT、うん、U-NEXT は本当うまいことやった、もともと HBO Max 日本登録する予定ですね。うん、あれってじゃあそれは U-NEXT とか今やってて、でもその HBO Max は今後日本ではどうなる感じなんですか？あのね、ワーナー自体は、うん、日本のワーナーはやりたくないっぽいの。そうなんですか？自分のところで。だって新しい人材雇わないといけないから。そうです、あの結局一から作らないといけない。そうそうそう、なるほど、無理なのよ。で、APAC、ね、アジアパシフィックではローンチしてる国何個もあるんだけれども、うん、でもそれが思うような数字を上げてないから、うん、あんまり良くないですか？あんまり良くない。そもそも HBO アジアがある国は やらされてんだよね。やりたくないけど、じゃああるんだったらやらなきゃねっていうふうにやってるけど、まあ、ディズニーほどは儲からないからめんどくせえなっていう話になっちゃって、 でそれを見ている日本のワーナーとしては、うん、いや、うちそもそも HBO アジアないしっていう、じゃあ、まあ、むしろ良かったぐらいの感じ。そうそうそう、だったらユーネクがそのタイトルでちゃんと買い付けをしてくれてるから、うん、セレクション的な感じでやるの方が、まあ、安全じゃ安全ですね、うん、包括契約じゃないからね。でもやっぱりその体系化がうまくできてないと、もう確実にそのセレクトしてもらう方がいいですよね、うん、絶対。HBO Max の誕生時代が、うんうん、ちょっとね、そう、急すぎるっていうか、そう、あのね、はい、準備がなかった。そう、準備が、だから最初の時、あの最初の時は作品もないんですよ、ね。そう、作品が弾がないから、そう、オリジナル作品がなかったから、そう、だから HBO の過去のドラマが全部見れますみたいな。でしかも高かったんだよね。そう、すごく高かったので、だからアメリカの転換も良くなくて、そう、だからどんどん値下げっていうかね、変なパッケージを出し始めたんだよ、アメリカを。アメリカは確かね、HBO のケーブル契約つけてる人。に対してもお金を取ってたんだけど、うん、途中から、あ、一緒にしちゃっていいですかねみたいな、いや、そしたら元から入ってる人たちがなんだよそれって怒り始めるっていう、当たり前だろうって。じゃあ結構難航してんのね。難航してます。かなり後で入ってるから、そうするとみんな大体 Netflix、Amazon とか、ディズニー、まあ、Hulu とかも含めて契約しちゃったので、うん、もう一個増えるともうお金の問題だけじゃない、時間の問題もあるんですよ。 そんなに見れる、見れないですよ、ね、あと Apple もあるんですよ。そう、 Apple TV もあるから、うん、いや、 Apple はもう独自の路線でしか行ってないから、はい、あれでもその高台以降ちょっと株とかは上がってるの、Apple って。Apple TV プラス自体はね、金回りめちゃくちゃいいです。いいめちゃくちゃいいです。8テーブルとよく一緒に作ってるんですね。そうそうそう。これから西島さんの出る8テーブル、Apple TV。Apple TV。そうだね。手だわ、見たわそれ。あれ、じゃあ、でもネットフリックスの数、会員数減少。激減ですよ。激減。うん、あれは今の話つながりますね。大ショックでしたね。まあでもさすがにもうコロナ明けてきて、明けてきて動けるようになった時に、じゃあ必要かって言われたら解約するよねっていう人増えるのは当たり前のことなんですか。あと新鮮感がもうなくなったんですよ。2年を経て、早いね。でも早い展開が、うん、まあでもそうじゃない、うん、であと それほど魅力的なコンテンツがバンバン来るかって言われたら、うん、そうでもないわけです。そうでもない。なんかあの、ね、ネットフリックスオリジナルの先、うん、微妙なもの多いんですよ。多いね。はい、外れが多すぎるかな。いや、面白いのも当然面白いんだけれども、うん、でもちょっとっていうものもかなり多い。結構もうじゃあバーッとチェックしたりはします。私大体地上波のドラマもそうなんですけど、うん、始まったらとりあえず1話は見る。えらいね。で、私も1話は見る。そう、で、ね、そこで相性を見て合うかなって思ったら2話から、うん、ああ素晴らしい、やってんだちゃんと。で、大体ね、合わないやつって1話から合わないの。そうですね、うん、まあそりゃそうだもん。だって10分でもう合わないんですよね。そう、まあ、そうそうそう、でも映画もそうじゃないですか。映画もそうですね。テンポ悪って思ったら、あ、もう無理かも、うんうん、いや、確かにそうそうそう。あ、それでもやってらっしゃる。 やりますね。あとやっぱりあのネットフリックスがずっと配信しているから、うん、あのそういう衝動的なことがもうね、ないよね、なくなっちゃうから。それは本当その通り、うん、だからそこが2年以上やって
ると飽きちゃった人も飽きるだろうね、うんうん、しかも高いですよ、ネットフリックスは、うん、映画館に行く映画みたいなワクワク感はなくなっちゃうわけよ、ね、だからそれってどうなんでしょうね、まあいろいろ理由は複合的にあると思う、うん、まあだからそのネットフリックスは減ってきた、その競合が出てきたっていうのももちろんある、うんうん、じゃあ映画館にまたそれがじゃあやっぱり映画は映画館で見たいよねっていうところをシアター派がまた戻ってくるのかっていうのもまあ一部はあるってことですか？あるとは思うし、うん、新しい劇場体験を求める人たちっていうのは増えていくはずなんですよ。これはでも嬉しいことではありますよね、うん、だから今まで行ってなかった人が例えばトップガンに行って、うん、あなんか大スクリーンで見るって面白いもんあるんじゃんっていうふうに気づいていただけた人たちがこのままの熱を持ってアバターにつながるんじゃないかっていうふうに私は読んでます、ね、あなるほど、ね、そうするとアバターでまた新しいフォーマットみたいなのを持ち込まれた時に、うん、おおすげえじゃんっていう、うん、なるほどね、うん、だって時代を作る、そうそうそう、はいはい、これはいいですね、今までそのパターンでやってきてる監督だから、うん、ただやっぱり中小規模の作品はね、うん、一番難しいですよ。いやーね、上半期、まあ下半期入ってからだったけれども、日本はあの、うん、ファイアーアイランドってディズニープラスのスターで配信されたゲー映画があるんですけど、うん、めちゃくちゃ面白いのに、うん、これ10年前だったら、まあもともと FOX の企画だったやつが、うん、本国は Hulu で配信で、はいはい、でこっちではディズニープラスだったのね、うん、これ10年前だったら、うん、あの9月10月とかの閑散期、うん、あの別にこうオスカータイトルも来ないし、うん、あのアメリカはコメディで儲ける時期ですよっていう、うんうんうん、あるじゃない、うん、そこに絶対ものすごい大ヒットをしてるはずだろうっていうタイプの映画があったのね、でそれを見た時に、うん、あそうだよね、こういうの全部最初から配信なんだよね、これからはいきなり配信が、あ、ま、日本はまだマシの方なんですね、あの、うん、海外はもうすぐ配信ですよ、だってそんなこと言ったら今の、ね、日本映画対策と呼ばれているものは配信級じゃん、あ配信級です、あのそうですよ、あの今の対策級ではないじゃん、正直言うと大体の日本映画は、うん、あの劇場券もいらないですね、そうそうそう、あの海外の映画会社は、うん、でもそうなったらでも本当さ、はい、その配信でいきなりやられるものって存在感がない、はい、ないです、うん、もうそれよね、うん、結局でもあの配信もやらないともう存在すら知らないっていう残酷の、うんうんうん、だからどうすりゃいいのよね、はい、この存在感を出すには、うん、いや作品のレベルを上がるしかないです、そう作品のレベルを上げるのと、はい、あとは地上波はもう配信会社を敵とみなさないでガンガンやれ、うんうん、でも今あの吉郎さんがおっしゃられたタイトル何でしたっけ、あファイアーアイランド、ファイアーアイランド、はい、つまりそのなんだろう、タイトルとしてパワーを持つには弱いのかもしれないけども、うん、非常に良質 な、あの作品っていうのもあるわけじゃないですか、はい、あります、この辺きついってことですか、ね、一番きついです、だこれはだから僕としては悲しいですね、厳しいですね、なんとかできないのかな、いきなり改心すると媒体の露出もほぼなし、ないないない、作品の存在も知らなくなっちゃった、知らないもん、知らなかったもん、はい、うんうん、結構私必死になってプロモーションしたんですけど、そうなんだダメだったやっぱり。やっぱりね、いい映画だなと思ったんだけど。そうなんかね、だからそのやっぱりその文脈がないと届きにくいですよね、情報って、あの。うちの番組も配信の作品を紹介する番組を何本か撮ったんですけど、やっぱりね、全然伸びない、ね。全然伸びないな。全然伸びないです。面白いよね。面白いのなのに、うん、いやだからそのさ、反応がもう丸分かりで、うん、やっぱりその劇場でかかってる方が、うん、存在感としてはやっぱ分かりやすいよね。そう見る見ないは別にして。うん、多分ね、プロモーションマーケティングのやり方が日本全くこの50年変わってないからですよ、ね、だからそれ海外だとどうなんですか、その配信作で存在感を持たせるプロモーションっていうのはどういう感じでやってるんですか、普通に記事になりますよ、うん、記事になるし、うん、あと私アメリカの例ばかりで申し訳ないんですけど、アメリカの三大ネットワークのすごいところは早々にネットフリックスを味方につけたんだよ、うん、自分のところのニュース配信とかのシステムをちゃんと持ってるくせに、うん、あの例えば深夜 あのトークショーとか、うん、割と視聴率が取れてる番組に配信の新作を持ってきたタレントをゲストで呼んでくるっていうのをちょいちょいやるのよ、うん、っていうか毎週やってるのよ、そういうの、うん、でもそうするとさ、スターも出る場所あるし、うん、
あの視聴者の人もあネットフリックスでこれからやるんだこれっていう、うん、あの劇場の公開作のと同じプロモーション枠に入ってるから、そうすると知名度がどんどん上がってきます、ね、メディアの連携ができてるところです。そうそうそう、中国も同じなんですよ、うん、で結局、まあ、あの日本だけが細かいですね。そう、うん、日本はね本当地上波がね自社ものをね自社もの自社配信ブランドを作っちゃって敵に見なしたバカが多い、うんいやだって無理だよ、規模が違うんだもん。いや違うんです、あのネットフリックスのランキングを見ると分かるんですね、ほんとそう思う、はい、となるとでももう一個その劇場っていう問題も出てくるんでしょうね。そうね、うん、そこがちゃんとライバル関係になってるかっていうのが他の国で、日本はライバル関係にもなって別の軸になっちゃった、うん、劇場に関しては今年ジョさんがいろいろ痛感したでしょう。そうですよ、配給もしましたし、はい、あ、そうだった、そうだった、そうです、うん、劇場はグッズを見に行ってるという、うんうん、どういう感じなのかいっぱい勉強しました、うんうんうん、日本の劇場周りね。そうですね、まあ、よし悪しよね、うん、よし悪し、うん、あの今やはりあの全体的な劇場、まあ、対策はもう対策は多分永遠に続くと思うんですけど、ちっちゃい作品、ちっちゃい作品に関して本当にジャンルもの、そういう体験的、うん、体感的なものしか入らない時代になっているだなという感じ、うん、いや本当そう思う、まあ、まあでもそんな中でもさ、うん、教育と愛国みたいなドキュメンタリーは割とと息長くヒットするの、ね、あれは 前、うん、でも前の東海テレビのシリーズに近い。あ、そう、そう、そう、ちょっと近いね、さよならテレビ。僕私も劇場で見に行って満席でしたよ、うん、いや本当本当見事にヒットしたね、あれは。でもまあその社会的政治的なテーマで、うん、こっちの見た方がポレミックに盛り上がれるものっていうのは一つある。そうです、ね、あとはそのホラーとか ね、ホラーは割と今強いよね。強いですね、うん、ホラースリラー系、まあ本当分かりやすいお化け屋敷に行くような感じ近いものっていうのも、まあ、割と傾向はあるかな。分かりやすくあるかな、うん、でもあの森さん先週出演したあのプアの、うんうん、プアですけど、うんうん、韓国は直接配信なんですよ。あ、そうそう、公開せず、ね、まあ、うん、多分こういうケースが日本映画もおそらくこういうケースが多いので、うん、もう劇場公開せず、うん、もういきなり配信、いきなり配信っていう、あのこういう、まあ、ドラマをメインにする作品が特にやっぱり厳しいところですね。あ、そうそう、あのね、特にねアジア系、東南アジアとかの映画って先にね、うん、ネットフリックスが配信権買ってることが多くて、うんうん、ハピオルエアも、そうそうそう、日本は公開ですけど、あれねめちゃくちゃ交渉したらしいよ、うん、もうネットフリックス買われちゃってて、うん、お願いだから劇場公開権をって、うんそう、そのね、あのプアンの、まあ、あのバッドジーニアスの、うん、あのバズ・プーン・ピリア監督と、はい、ちょっと実は数日前一緒に回ってたんですけど、はい、劇場を、うんうんうん、あのでもまあタイの映画ここ10年ででも多様性は増してきてるみたいな話になって、はい、うんうん、まあでもやっぱり大きいのは、まあ、よし悪しなんでしょうけど、うん、その配信が伸びたからなんですよね。知るチャンスを与えたんそうなんですよね。配信結局あのやっぱり認知度が広げるっていうところが、 そこからまた新しいビジネスが発生するっていう、そうだからそこの話で言うと、あのバズ監督にとっては配信っていうのは全然ネガティブなイメージを持ってなかったと。全然全然、だから敵視しても本当に日本だけよ。そうなんだ、だからそこはちょっとやっぱり改めて思いました。だから配信しないと残されてるのは無視と海賊版だけなんですよ。そうそれど無視と海賊版、誰のためにもならないっていうね。誰のためにもならないし、結局そう海賊版で見る、気もなくなったら一番最悪、うん、もうただの無視、はい、ただの無視になっちゃう、うん、無料でも見ないっていう。だからまあその、はい、そのドラマ系を劇場にかける時も何か適正サイズもあるだろうし、うん、なんかまあある種のね、まあ、監督さんが来るとなったらそれなりに人も来たりするし、ね、まあ、いろんなやっぱりちょっとこの、うん、カスタマイズしていかないと、そうそうそう、何かあないとなかなか難しいですね、うん、今までみたい、あ、今までというかコロナ前みたいに、うん、やることに意義がある、劇場でかけることに意義があるっていう風にやるだけではちょっともう難しい。 そ、うんね、もうそれはちょっとやめた方がいいかもね。 人は呼べない。それはね、日本映画の対策にしてもちっちゃい映画にしてもどっちもそう、そうだね、うん、いやそれは適正、あの何、最適化をしないとダメ、しないとダメですよね、うん、だってほっといても無理だよね。もうほっといても無理っていうのは、結構びっくりしたのが、うん、余命10年があんなヒットすると思わなかったんだよ、ね、だから僕ね、すっごくびっくりしました、うん、あれこそもうドラマでいいじゃん。ドラマですよ、もう。だからさ、あの、ね、僕プアン割とその入ってたんですよ、うん、お客、うん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 、
日本の観客と相性いいと思って、うんうん、なんか余命ものって入るよねみたいな、うん、入る入る。あのね、私今朝の『スッキリ』で言ったのが余命ものっていうかね、バケットリストものも絶対ヒットするのよ。死ぬまでに最重のこと、重のこととかさ、うん、最高の人生の見つけ方とかさ、ね、なんか結構入るの。そう、微妙なヒットするんじゃない？10億絶対超えるみたいな。だからね、そこをだからかつてのそのキラキラ映画みたいなラインのように、そうそうそう、死ぬ映画デッドエンドが待ってるのは分かっとるけど、でも泣きたいですね。そう、そんな、なんかね、泣きたい、そんなに泣きたいのみんな。そうです、私もなんか映画を見るの目的を泣くなんだ、ね、っていう。余命10年はまあヒットするだろうと、もう10億ぐらいかなと、も30億いきましたよ。いや、もう30だからね、ちょっとびっくりした。いや、大したもんですよ、ね、でも確かにあれ取材した時に私の 10個ぐらい下、うん、今40ぐらいの編集者と一緒に取材に行った時に、うん、まあ、一社見てもらってたのよ、うん、その編集者に。で、私としてはさ、またセカチューものかよみたいな感じで、うん、セカチューっぽくないみたいな話したら、うん、私ガン泣きでしたわみたいな話聞いて、あ、そっか、もうセカチューの世代は私の世代だから、この人たち見てないんだ。まあ、そりゃそうか、うん、ね、あ、うん、フレッシュな気分でセカチューを見るとこういうことになるんですね。あ、でも強いのね、やっぱりね、うん、あの感じ根強い、やっぱり。そうなのかな、私全然。いや、私も全然どこで。あなたはそうでしょ。いや私もしかもね、中国そもそも嫁物みんな興味ない、ね、興味ないでしょ。そこ あとね、なんかやっぱり新しい感じがないです。たくさん見ましたね、うん、そうそう、割とそういう死ぬ映画、うん、キラキラものもたくさん見たので。だって死ぬものってさ、基本メロドラマじゃん、うん、もちろんベタベタのメロドラマになるの分かってて見に行かないといけないのを、うんうん、なんでこんなおっさんが見に行くの、うん、っていう話で。でもまあ言ったらライト層を呼べるネタって。そうです、ライト層ですよ、あと女性が見るんですね、うん、そう、だからその波って絶対何年周期かで来てるじゃん。そうだね、うん、まあ本当サイクル、流行のサイクルみたいなものかもね。そう、ね、だから多分余命10年が今年30億超えしたことによって、そういう企画が今動いてんだろうなと思うと、本当に終わってるなって思いますよ。そこですよ、絶対そう、観客の、ね、入るっていうふうに思っちゃっただろうね、それあるね、一周したかみたいな、うん、違うってこれたまたまみたいな、タイミング良かっただけに、うん、そうね、それはあるね。だから、うん、まあ、1個当たるのはいいけど、そのフォロワーっていうところに行くと、またね、その悪いサイクルが始まるっていうのはありますよ、ね、そうまたこういうタイプみたいな、またこの題材でこの人でやりましょうみたいな、そう企画が多分絶対、そう絶対上がってる。なんかキラキラ壁ドン映画がそれだったじゃない、うん、5年ぐらい続いたやつ、まあまあ、今一旦押し着いたけど、またなんか火をつけたらまた戻るかもしれない。また戻ると思います、あれ、うん、まあでも言ったらその2つっていうのは、まあサイクルを5つ強い、なんだかんだ言って強いのね。日本のマーケットだけですね、うん、はい、日本だけで受けたいんだったらそれ作ってればいい、うん、まあでもビジネスモデルとしては成功しているので、うん、ただ今後の話を考えるとちょっとやばい、うん、やばいところがあるんじゃないかな。でもそれはその映画館に行きたいっていうかん、あの気球力になるわけね。いやー、うん、これからそれが持続するとは言えないんじゃないですか、うん、だって配信っていうあのメソッドは全員手に入れちゃったから。だからさ、そのなんでしょうね、あのこれは僕わからないんだけども、うん、あれはじゃあそのみんながいるところで暗闇で泣くのが気持ちいいの？いや、わかんない。わからないよね、このメンバーでわからんか。全くわかんない。全くわかんないけど、ああいうタイプの映画が久々だったっていうのはあると思うね。前は嫁 8年越しの花嫁。あれも20何本。あれもすごい当たったよ、ね。であと嫁3ヶ月の花嫁もあったじゃない。ひろきさんのあったじゃない。で、それもさ、ちょっと何年か空いてんだよね。じゃあヒロキさん、ジェネさん、藤井さんというこのバトンタッチ、そうバトンタッチしながら、いやそれもどうかとは思いますけど、でもまあ本当優秀な方々が、うん、まあ、そういう、ね、あの題材で良質に仕上げるっていうところはあるんでしょうね、うん、あるけど、うん、あのじゃあそれが量産されるようになっちゃったらまた諦めちゃうことだよね。そうですよ、ずっと映画館で泣いていく、うん、そんな泣けなかったとかいう話がまた出てくるから、あ、今回ね、そんな泣けなかったっていうね、うん、あ、そうね、だからもう今年上半期の日本の実写映画10億超えたのはかなり少ないですよ。アニメは超えてるけど、実写だと他は何かあった？
あとね、あのコンフィデンスマン JP とか、ね、新ウルトラマンとかになっちゃうんですね。そうそうそう、あ、そうね。あの死刑だけがやっぱりね。死刑に至る病は意外に当たる。死刑は意外と当たる。一番意外でした。でもね、やっぱ結局ね、日本の世相を映してるよね。死に直結するものがヒットするっていう。そうね、あれも死だもんね。うん、結局ね、裏返しだよね、だから余命も。宣伝も面白かったですね。宣伝やっぱりあの、安倍さんがヒットしたらびっくりする。これが10億このサイズでって。だってさ、よかったけどね。だって、うん、私記事にしたので結構、うん、あそう自分で書きながらあそうだよねって思いながら書いたのが、うん、プラン75ってさ、あそうなんだ、オープンしたタイミングでこれ1億超えますって聞いて、うん、嘘でしょ、このサイズだったら5000万でいいだろう。でももう2億、そう2億だから同じよね。そうだから結局死が見えてる映画って、あみんな今見たいね、もう本当に景気悪い国だねあでもそうだわ、みんな共通するものだって。そうだから未来が明るい映画にあんま行ってないんだよね実は。まあマーヴェリックも明るくはないもんね。明るくはない、だってトム・クルーズ、あマーヴェリックのキャリアが終わりますって話で、黄昏だからね、黄昏色だから、そういう文化になってるのかもな。 そうだからそれ考えると結構、うん、日本終わっとるわ。そうだな、なかなかきついな。きついっすね、うん、でもやっぱりその、まあ、死刑とかはちょっと本当真面目な映画が多いから今、うんうんうん、ちょっとそのまあはっちゃけたっていうようなジャンル映画、まあそうね、そう死刑のような作品は逆に増えてほしいなっていう、うん、確かに、はいはい、ああいう企画はよく通ったな。そうそう、攻めてますよね、攻めてる、うん、まあ、そこはさすがクロックワークス、クロックワークスさんですよね。クロックワークス白石和也、ね、すごいよね、あの夫人は、あのカノトリの、そうカノトリ夫人でやってますから、ね、でもあの僕ね、だからあの死刑に至る病は僕そのパンフとかの仕事もやったんで、うん、割と関わってたんですよ、うんうん、であので試写見た時に、うん、でも結構、うん、あのえぐいシーンは本当多いじゃないですか、うんうん、あの特に子役の方、はい、でちょうどいいのかっていうのが、そうそうで、ね、ちょうどそういう時期だった、うん、そうだったそうだった、だから僕、うん、あのパンフでちょっと白石監督にインタビューする時に、うん、あのちょっとその配慮入れていいですかと、うん、要するにその撮影現場は、うんうん、どうだったんですかっていうそのフォローは絶対入れたいんですけどみたいな話したんですよ、うんうん、そしたら、うん、結構やっぱりその白石監督も、うん、あの映画の公開に合わせてそういうイベントに、うんうん、ご本人いろいろ出た、ね、出られてましたよね、うん、例えばその暴力シーンを撮る時の、そうそうそう、その撮影者 の, その役者さんたち特に子役の方々とかの、うん、気持ちが傷つかないような配慮をこういかにするだとか、そうそうそう、うん、なんかインティマシーコーディネーターの、そう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 、インティマシーコーディネーター、ね、ものすごいちゃんとやってたからね。インティマシーコーディネーターっていう固有名詞がここまで一般化したのもこの4ヶ月半、うん、でもね、正直ね白石さんのおかげあるよ、うん、ありますよね、うん、うん、本当そう、あの是枝さんとか、そう是枝さん、そうね、そうね、そうね、うん、やっぱりまあそれはね、やあのいやこれから絶対に必要な部門だからね、あれは。そうだからやっぱりそのいろいろ事件がね、うん、あのスキャンダルが起こったっていうその反動っていうのもこの4ヶ月半の中で、反動すごかったですね、そうね、多かったですね、ね、だからダメなもんはダメって言える世の中になったのはとても結構なことだと思うんですよ、うんうんうん、今までいやこれありなの大丈夫なのみたいな風に思ってたけれども、うんうん、マジョリティの男性側はあのいいんじゃない、うん、こういうのもみたいな風に流してたものがダメなものっていう認識を与えたのはいいことだと思いますよ。そうですよね。あのね、でも僕本当ね、ここまでそういうせこいことが起こってるっていうのは本当に知らなかったんですよ。あ、そう？うん、あのせこいなって思った、うんうんうん、本当薄汚い世界ですね、薄汚い世界じゃないっていうのは意外に、だからさ、もうちょっといい面しか見てないから、こっちは。そうそうそう、やっぱりさ、夢見せる職業だと思ってるじゃない、うん、私たちは映画って。 だからそんなことは起きようがないと思ったら、ちょっと甘かったなと思う。あ、未だにございましたみたいな話がボコボコ出てきたからね、うん、いやそれもかなり日本映画に通じる部分でもありますね。そう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 、いやあれは僕割と普通にショックだったよ。うん、いやショックはショックですよ、うん、だから、ま、前に進まないよねそんなんじゃねえみたいな、よく言えるよねそういう言葉も含めて、本当、うん、
だからまあその意味で言うと、結構そこは前進一気にしたのかな。した感はある。まだ反発はあるけど、これは前進するより他ないよね。もうするしかないよね。するしかないでしょ。ただまあ言ってもさ、そのなんかなんせそういうことが起こると、その反動の正義のやりすぎっていうのもあって、いやあれ面白かったね。僕だからいや僕ね、流浪の月は、その作品としてはちょっと乗れなかったんだけど、ただリサイル監督までなんか言われるのはそれがおかしいじゃん。それは違うと思う。めちゃめちゃ真面目な人だから、いやもうなんか正義感強い人は本当に勘弁してくれる、ね、あれはねやりすぎよ。だってあの活弁シネマコラボも今年ワークショップも始まっていて、あーそうなんだ、あの件の、せいで、ワークショップの募集も全然集まらない。あそう、ね、全然なんかみんなリツイートもできなくなっちゃう、悪の巣窟みたいなってイメージが、なんか全部悪みたいな、そこが一番ネットした社会の悪いところなんで、悪いとこ。でもこういう正義感を持てる人がやっぱり多すぎるので、あのね、正義感じゃないんだよね、あれ叩きたい人なんですよ、ただ自分、自己満足だけなんですよ、ね、そうだってその言うこと聞いちゃうのみたいな。 100% 現場を知らないで言ってる人たちが大半なわけじゃないですか、だからちゃんとやってて、でもそういうこともあるかもねっていう人のことも叩いちゃうっていうのは見えてない証拠でしょ。別に擁護してるわけなんでもないんだけど、しかもルロツキーはもう原作もあるからですよ。そうそもそも、そうだからその、難しいよ、だからそこはね、でも本当そのやりすぎっていうのは、気をつけないと、ネット社会は黒と白しかないっていうところがやっぱり一番怖い部分です、ね、白黒つけたがる気持ちは分かるんですけど、じゃあ本人たち、その現場を知ってる人たちに言わせたらじゃあどうなのかって言ったら、その資本の現場は本当にダメだったわけじゃない、それは本当にダメだと思うね。だけどじゃあ他で叩かれちゃった人たちで、真面目にやってた人たちがこれから活動できなくなるっていうのはちょっと違うな、いやそれはもう大きく困りますよ、前回全体的に映画業界が悪みたいなイメージになってるじゃないですか。そう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 、イメージが一番なんか古い体制みたいな、まあ実際古いんですけど、グーの音も出ませんけどね、そこは、そうやね、だから、まあもう本当手術が必要っていうことなのはちょっと思いましたね。そこまでそうなんだったら、そう、まあそこを変えてくれるのが大手であることに今期待をしている。そうですね、東宝が変わるか、それも今年 の上半期の大事件、大ニュースですね、大ニュース、東宝が変わるっていう、4月期からの大ニュースです。ワーナーと同じぐらい大ニュースです。大ニュースですね、こうな、そうきましたから、はい。まあ、その話の流れで、ジョさんの進行表からメジャー日本映画の現状みたいなところに、ね、なんと申し上げてよいのやら、まあでも東宝がね、はい、まあちょっとトップがトップですね、変わったということも、そうですね、4月の大ニュースでしたね、はい、大ニュースです。まあちょっといろいろこれまであった積年の問題も解決というか、まあ、改善の方向には向かうかもしれない、向かってほしいっていう希望はありますよね。ありますよ、もう本当に改善してほしい。いや改善するんだったら東方から変わってくんないと業界全体が全く変わらない、まあ言ってもトップですからね、トップですから、でまあね、独禁法引っかかってうんたらかんたらっていうのもありましたけど、ありましたね、それもそれもこの半年か、はい、でもそれもさ、ぶっちゃけ今更っていう話じゃない、あれはみんなねずっとだからね、ここ50年60年70年ずっとこれよってそう、でも今更感があった分だけ逆に驚かなかった。そうですね、よく訴えましたね、そう今あやっぱりあかんのやみたいな、そういやあかんと思ってたけどやっぱりあかんのやそうなのよ、だってアメリカだったら一気に無独禁法違反は、そうだからまあ言ったらそういうことが全部こうね、そう本当洗い流されようとしてる半年だったってことなんですよね、うん、そうそう、上半期すごいなって、すごかったよ、動きがね、業界の動きが面白いです、うん、そう一気にだからもうこの淀みがヒューッと、はい、や掃除しようっていうイメージがあったんだろうね、なんか檻がすごいねって、そうぐるっとどうしよう、どっから手つけようかなみたいなね、そんな感じですよね。となるとでもここからの動きということではやっぱりまあなんか予想的なことってありますよ、私の希望的観測だけで言っちゃっていいですか、希望的観測それが現実化するかもしれない、ね、そう現実化してほしいんですけど、言った方がいい、今東宝の社長になられた松岡さん、はい、功さんの息子さんの修造のお兄さんですけど、修造、はいはい、のお兄さんがこれまで長年の洋画キャリア、
を生かして、はい、東宝っていうものすごい旧大前とした巨大企業、うん、巨大でもないんだよね実は、2000人ぐらいの中小企業で一部上場してる会社を、うんうん、もう大なた振るって大改善してほしいのよ、うんうん、松岡さんは以前どこにいらっしゃるんでしたっけ。東宝東和の社長。東宝東和なんですよね、はい、だからまあ洋画のキャリアっていうのもずっと洋画畑ですね、うん、ただやっぱプリンスなんですよ、うん、伊佐夫さんという、ねうん、偉大なお父さんがいらっしゃって、でも未だに会長と名誉会長が、うん、東宝の なので、うんまあ、プリンスはプリンスなんですね、はい、でずっと洋画畑にいた理由っていうのは聞く話、うんまあ、やっぱりあのお父さんがやってるそっちの本社の方の旧大前とした、うん、そこじゃなくて、ね、もうハリウッドの風を、うん、もう散々浴びて仕事をしてきた、うん、でしかも、ね、パラマウントジャパンが潰れた時にパラマウントとの契約までまとめてきたという、うん、ものすごい剛腕なわけですよ、うん、なるほど。でその人がじゃあそのハリウッドの方式をちゃんと日本にも取り入れて、うん、全てが平等に流れるような、うん、あの土台作りをしてくれるんじゃないのかなっていう期待があるんですよね、うん、でもそれこそ独占禁止法のあのタイミングも含めてなんかそういうイメージがあるね、運命的な感じですね、うん、であれ普段だったらね多分ね東方が ねじ伏せてるニュースのはずなのに、ね、わざわざ出したっていうのがもしかしたらそうなのかなと、朝日新聞ですね、そうそうドーンと出したからね、あれ多分リークだろうなと思ってそうでもポジティブに捉えるとそうですよね、うん、もうここで出しますってなって それを変える口実といいますか、うんタイミングに持っていったっていうようなイメージはつきますよね、うんうんうん、このままだったら多分一番最大手って言われてるのに、うん、一番ダメな会社になる可能性が一番高かったわけですよ、うん、だからそこを大なた振るってくださいよっていう、うんうん、でも、ね、可能性は非常にあるってことですね、高いですね、うん、今、ここ2、3年の東方の人事を見ている、うん、人事の動向を見ていると、うん、もしかしたらこれは本気で変える気かもしれない、まあ、結構すごかった、ね、すごい大激変です、うん、そう、うん、期待してます、そう、うん、各部署のトップがほとんど変わりました、うん、いよいよグローバルに、そうそういよいよいや遅いよ遅いよいよいよ2020年代でグローバルっていう、でも正直あそこは国際的に売れるコンテンツ自体の権利を持ってる会社でもあるわけです。そうなんですね。財産いっぱい持ってるんですよ。いっぱいありますよね。知的財産を山ほど持ってるわけだから、それをうまいところに流せる力をつけてほしいんですね。それこそさ、ジョさんがずっと言ってたことが現実化しそうな動きが、ようやく出てきた。ようやく、成瀬幹雄が出てきた。そうそうそう、ようやく。まずそこらしい。黒沢だけじゃないんだよ。黒沢だけ、本当に黒沢しかいらないな。黒沢、何、あとは誰、そうな感じなんだね、はい、東方であるという、ね、そうそうね、うん、でも、まあ、それを追ってほしいのは松竹かね、木下というのもいるんですよ、ね、ああ確かにね、うん、そう木下も100周年の時かなりやりましたけど、頑張ったじゃない、原監督ちょっとやって、木下圭介本当にもっと再評価してほしい、いや今見ても新しいよ、新しいですよ、そう、そうなの、うん、木下圭介やりたい、むしろね黒沢オマージュの人ってあまりにも多すぎるから、ね、あのまあこんなもんでしょっていうのみんな知ってるじゃない、うんうん、はい、羅生門ってこういうもんです、うん、あですよねって、うんうん、でもさ他の監督ってすごいことやってるのに全然日を浴びてない、そう、確かにね、そこが、うん、非常にもったいないんですよ、もったいないですよね、うん、まあ、特に本当その海外で ね、あの認知度っていうことでいうと割とばらつきがあるので、そうで、うん、やっぱシネフィルの監督、うん、海外の監督と話してるとさ、うん、あのまあ黒沢はもちろん通ってるんだけど、うん、なるせかねっていう話になったりとかするわけじゃないですか、うん、そうですよ、うん、あ、うん、やっぱそっち見てらっしゃるんですね、うん、みたいな、うん、いや本当本当、だからそういうなんかまあ状況もようやく、そう、ようやくかもしれない、かもしれない、うん、うまく活用してくれる人が現れるかもしれない、 でもう一つはやっぱりその、ジョさんが前からおっしゃってた、まああのジャンプ的なるもののハリウッドかみたいな、うん、もう東方が動けば、うん、そうですよ、結構動きますよ、ね、いや簡単に動くと思う、ね、うんうん、でもしかもすごくいい形で、そうなのよね、うん、これユニバースですね、ユニバースが、スがようやくよ、しかもアジアでもすでにもう全部できてるから、そうなのよ、みんなファンが、ね、ファンはな、ファンのさあもう下地っていうのは完全に出来上がってるわ、完全にできてるから、あのフランスもそうですし、そう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 、アメリカも普通に、まあ、あのファンがついてるから、ついてるついてる、もの
だけなんですよ、足りないのは。もったいなかったもんね、かなりもったいない、ね、だってそれこそスターウォーズと同じぐらいの世代、うん、3世代ムービーができるわけ、ね、あ、そうですよね、もう可能性はもうめちゃくちゃあるよね、うん、そしたら日本映画活況っていう風に言える時代が来るかもしれないから、ね、いや本当さ、でもそ の有名なアニメの実写化っていう企画だけでも、うん、めちゃめちゃ動けるもんな、めちゃめちゃあるのに今まで単品で動いてきたから本当クズしかできないですよね。大事故が起きてるんで、大事故しか起こってない、うん、アニメの実写化は本当にちゃん、あの漫画の実写化ちゃんと、あの、うん、ちゃんとやればやれば全然可能性が、そうそうそう、だからさ、そうよ、だってマーベルとかそうだから、ね、マーベルもアニメ実写、漫画の実写化ですよ、今ハリオとほぼ漫画の実写化だから、そうそうそう、それを考えたら日本はコンテンツが恐ろしい、恐ろしいほどあるんですよ、うん、そうなのよ、実写化できる人が育てればいっぱい出るってことですよ、実は、うん、そう、なんかでもその漫画の映画化っていう悪しきイメージになっちゃってるよね、そうね、そうね、うん、安っぽいイメージがちょっとあるからね、でもね、よく考えれば、いや違うんです、違うのよ、違うんですよ、映画向きのコンテンツなんですよ、そうなのよ、漫画って、そう、あのいくらでもキャラクターがだって立ってんだから、そうなのよ、キャラ立ってるし、ファンタジーの世界みんな大好きでしょみたいな、いや本当そうで、あれね、やりようなんですよ ね、 そ, う そ, れね、それはね、いよいよできる、それは僕も一番実は期待しているところですよね、あとまあ監督さんが別にさ、だからどっから引っ張ってきてもいいよね、いい才能さえあるね、プロデューサーがちゃんと、そう、プロデュース力ですよね、ハリウッドも完全にプロデュースですよね、そうそうそう、はい、金だけ出してちゃんと口出さない人たちがね、あの、逆に若い監督の方がいい、そうそうそう、いいと思う、生きのいい監督をやるべきだよ、ね、だってさ、まあ生きがいい年ではないけど、ほらジョン・ウィックのシリーズとかもさ、まあ、あんなヒットするなんて思わないですけどね、そう、あれ、あの感じでさ、うん、そこまでいけるんだったと思うよね、そうそうそう、いやもう全然いけるよ、コミックの、ね、原作でいけると思うよ、いけるよあれで、原作本当にいっぱいあるので、そう、恐ろしい数あるから、はい、トム・クルーズ、ブラッド・ピット、キアヌ・リーブス、ね、はい、入れていいわ、入れていいですね、確かに変わらないイケオジたち、そう変わらない入れていいわ、そうですよ、でもそこの中で一番攻めてるのは多分キアヌだね、攻め方ではいいね、攻めがすごい、攻めはすごい、あの方やっぱりちょっと変わってらっしゃるし、まあ頭おかしいよね、いや頭おかしいほど素晴らしい、そうそうそうまあでもブラピが一番ノーマルだよね、あ、この3人だと、ね、ブラピね超普通の人なんだよ、ね、普通だよね実は常識人よね、常識人だし自分が持ってる才能を分かって利用してる、うん、P に一番 P です、ね、そう、 P、ね、一番 P です、ね、プラン B 作ってよかったよあの人は、そうだね、うん、トム・クルーズもさやっぱりちょっともうさ、うん、もう行ってる人って感じ、ぶっ飛んでる、ぶっ飛んでる、もうね、俺が出ればいいんでしょみたいな、やるやるみたいな、やってることおかしいもんやっぱり、ね、CG なしでみたいな、ずっとアドレナリン出てんだろうそうそうそう、やっぱりそう、あのトム・クルーズ、キアヌは別の両極で変わってて、ブラピニュートラルなのよ、そうニュートラル、この3人でもすごいよね、そうね、あの時代生まれの人すごいですね、おかしいよね、でもキアヌが完全に陰キャの陰 キ, ャそう、陰キャの方言ってますけど、まあ実際ね、そう、まあ、実際そんなに明るい人ではないからね、明るい人ではない、もうね、質素なね、ようやく家買ったみたいですいやでもすごいよな、まあでも素晴らしい方々、でもやっぱ個人っていうのはね、個人力っていうのはこういう時強いなと思うんですよね、そうですね、今年ちょうどね、トニーレオンも60歳なんですよ、そうなのよ、トニーレオン60か、そうそうそう、あ、そう、改めて香港もあの時代みんなその年齢なんですよ、何やねん、そう、トニーレオン60か、そうウォーカーは 4K がさそう、ね、トニーレオン60記念みたいな還暦記念、そう、うん、そうね、赤いちゃんちゃんこを用意してああ本当、まあでもね、トニーレオンほらシャンチーで超じゃない、ね、シャンチー全然若いですけどね、そうでプレミアに来た、見に来たトニー・レオンの姿を、うん、ニューヨークの友達が送ってくれたの、うん、写真で、そしたら普通の香港のおじさんがそこにいてあ、そう、うん、あ、若くは見えるよ、とてもじゃないけど50代後半に全く見えないんだけど、うん、すげえ普通のおっさんがいる、うん、そうなんだやっぱあれは映画に出てるからのオーラって感じなんですか、そう、やっぱスターオーラでしょうね、うん、なるほど、だってほら、通訳のシュウさんとよく話すのが、はい、もうトニーどうなんですか、いや、まあ、ちょいちょいなんか日本遊びに来てる、来てんの、日本好きですよ、そう、あ、そう、ちょいちょい呼ばれるんですけど、うん、普通の人ですよって、あ、そう、バレないんですね、普通にいらしてても、元々香港の方々、日本好きな人多いですよ、多いですね、すごく、うん、そうね、遊びに来ちゃう、そうですね、やっぱり80年代日本文化もろに影響を受けた世代
でも一番いい、でも本当その世代だもんね、みんなね、そうですよ、その世代頑張って弾けるね、ウォンカーワイの世界、そう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 、ね、ウォンカーワイを受けもいいですよ、本当ですよね、良かったですよ、いろんな、そうですよね、ウォンカーワイのも今年、まあ、プアンっていうのはね、ウォンカーワイのプロデュースなんですけど、そういうトピックも完全にウォンカーワイの映画でびっくりしたわ半分完全にね、もうそっちに寄せましたね、そう、かなり寄せ、あの監督も個性を消したなお前みたいな、いや前作と全然別人みたいな、うん、別人だよ、ね、まあでも大好きだったらしいね、うん、まあ本当ブレンドっていう感じの、ね、うん、あの映画に仕上がってましたけど、はい、うん、まあね、そう思うとでも意外にいいトピックも多かったかな、話してるとね、これからに期待はかけられるかなっていうニュースはたくさんあります、そうだね、だからまあそれこそ吉弘さんおっしゃった大型古い系の話が多かったから、はい、また古って古って、ね、古っちゃって古っちゃってもういいと思う、まあいいような気する、いや逆にさ、なんか小なたで行ったところで変わりはしないんだよ、そう、そう思う、うん、バッサリ行かないと思う、バッサリだから我々もちょっとこれぐらい切られるかもしれないけど、ね、もうその時は私はどうしようかなマクドナルドのバックヤード行こうかな、あの前はねファミリーマート、ね、あの引っ越したんで、ね、ファミリーマートがちょっと遠くなっちゃったねまあリアルやなみたいなあの近所のね、一番近いのニューデイズなんだよ、ね、ニューデイズあ、そう、まあどこでもね、うん、いいんですけど辛いわ、うん、でもまあやっぱりもうねそう思いますね、まあ、健全な方がいいじゃないですか、うん、いや絶対、あ、これ是枝さんにインタビューした時に本当、うん、私もそう思いますわって思ったのが、是枝さんあの団体立ち上げたじゃないですか、はい、あれの直前かなんかにインタビューを取った時に、うん、いや正直こんなに夢を見られないスタッフが夢を見られない業界に、ね、あの若い子が来るわけないんですよ、うん、だからあの暴力云々のもありましたけど、その後あの CNC の、うん、そうそうそう、あれ内山拓也監督も後から加わったのね、うん、そういう流れもありました、ね、そうそうそう、それもこと半年だもんな、だからあの6月までの間って結構その辺は激動してたな、うん、でしかもあの動かなきゃいけない世代がようやく動いてくれた感じがちょっと、是枝さんもさその世代だもんね、トム・クルーズと同い年だ、そうすごいね、60歳ですね、そうすごいね、うんうん、トニー・レオンもそうですごいな、是枝さんはその感覚を持っているあの世代だからこそ自分が動かないと動かないんでしょ、ね、っていう感じでやってくれてるじゃない、うん、でそれを見て見ぬふりしてきたもうちょっと上の世代の監督たちはどう思ってんだろうな、なるほど、ね、だって見て見ぬふりしてるじゃん、でもそのちょっとでも今のなんか図を描いたら割とその世代的にも象徴的ですよね、象徴してますね、そこの辺あの世代がやっぱり今トップに立って、そうそうそう、何かこのロールモデルとして全体を引きようっていう機運が今あるのかもしれないですね、うん、高まってはいると思います、うん、であとやっぱねベビーブローカーで韓国のプロダクションやったら結構大きかったと思う、これもこの半年のやっぱいいトピックですね、はい、いい話です、ベビーブローカーの話もね、だって是枝さんが言ってたのが、うん、あの韓国はもっとドラスティックに変わっちゃったんで、確かに、うんうん、まあ、パラサイトの前から徐々にね、あの、うん、ポンジュノを筆頭にして変わってきた、はい、でもその前にパク政権、うん、パクネ政権のさ、はい、あのブラックリスト問題があったじゃない、はい、その反動もあって一気に変わった、でその代わり本当僕の年だと韓国だと仕事ゼロです、大体もう20代30代とかでしょ、うもうスタッフが20代30代しかいない、40代で引退を考えないといけない、もうダメじゃんこっち、そうもう終わってんのよっていうふうに聞いたら、あそれはそれで結構残酷ですよねそうそれはそうだね、そうでそれは残酷すぎるし、そうすると今までキャリアを積んできた今60代70代ぐらいの監督とか俳優たちが全く仕事がないっていう状態はそれはおかしい、でそれを見せるのもやっぱ多様性の象徴である映画界の仕事のはずだから、日本はそれを残したい、もう真っ当ですね、そう、ごま、本当にごまっとうの話なのよ、でいやでも確かに、でもあれぐらいドラスティックに変えないと日本も変わんないっちゃ変わんないんですよね、うんうん、そこなんですよ、若い人永遠に行かないんですよ、そう行かない、うん、行きたいと思えないもの、うん、おっしゃる通りで、だからまあ我々もちょっと切られるかもしれないけど大なたっていう感じなんでしょうね、大なた狂った方が、うん、分かりますそれは、うん、まあいいんじゃないですか、うん、それでね、切られたら老害にならないように、うん、そう、そこなんです若い子に養ってもらうぐらいのこう、そう、シュッあの精神的に若ければいいんですよ、うん、そうでももう体がやばいのよ、うん、
今日会った瞬間から更年期の話だからね。そうそうそう、もうやばいの。そう、低気圧来たらやばいよね。そうそうそう、もう気候と睡眠に作用されるから、そうそうそう、一日が。そう、我々の仕事としてもやっぱ森さんもそうだし、私の世代は、ね、あの下の20代30代の人たちが来てくれないと困るんですよ。で、20代30代のうちに映画をたくさんご覧になって勉強していただいて、知識を蓄えていただかないと急にはこの仕事できないじゃん。もうそうです、やっぱり、うん、そう、今やっぱり日本の感覚っていうと中国と全然違うので、うん、あの出口が少ないんですね、発表できるところが。そう、ね、そうするとで、あのその出口たちが全部あのずっとやってる人とだけやっていると、うん、若い人なかなか難しいんですよ。そう、ね、で若くてちょっと身がありそうな人たちはなんとか、うん、あの導くように。そうだね、そこだけ改善すれば、うん、みんなは本当に多分映画面白いだぞっていう人が増えたら一気に変われると思います。だってさ、うん、私も若い頃思ってたけれども、うん、50代60代の人が20代の雑誌を書いてるっていう現状を、うん、当時の現状を知った時にそれはおかしいだろうって思ったんだよ ね, そうね。でもその世代になっちゃったからなっちゃったからこそなんだけれども、うん、あの、ね、若い方でちょっとあ面白いかなっていう人に、うん、あなたの世代の言葉でちょっと書いてくれない？いいことおっしゃる、うん、私には絶対に書けないからそれ、うん、いいことおっしゃる。だって私たちがどんなにさ頑張って今の言葉使ってもすっげー背伸びしてるみたいな感じになっちゃって、背伸びね、背伸びを逆背伸びは無理よ会ってないよおじさんみたいな話になっちゃうじゃない。おっしゃる通りよ。もう辛いけどね。 そう、うん、その通りなんです。 そう、そこにアジャストすることは全くなくて、アジャストされてる人が出てきてくれればいいだけの話なので。あ、いいこと言う。でも本当それトム・クルーズ方式ですよね。そうなんだよね、うん、トップがマーベリック方式よ。そう、その代わり責任は取るからみたいな。そうだね、うん、それはやらない。それがトム・クルーと、ブラピなのよねプロデューサー気質ってやつ。そうだね、そう、トッププロデューサー。本当だな。でもその辺から学ぶことは多いですね。そうですね、そうですよ。全体的にちょっとだけ改善すれば気に良くなる、良くなると思いますよね。じゃあ、あと若い子たち、若い子っていうのも失礼なんですけど、今の20代30代ぐらいで映画制作に入っているのが生きのいい人たち、もうそれこそシネマロサとかでさ特集上映組むような人たちってめちゃくちゃモチベーションだけ高いじゃない。あ、そうですね、仕事さえつけば絶対跳ねる。あ、わかります。めちゃくちゃ多いから才能いっぱいあります。そうなの。だから、うん、まあ、今機材も安いしさ、うん、手軽に撮れるようになったっていうのが、うん、そう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 、うん、でそれ考えたら、いや道だけ作ってあげるのは私たちの仕事なのでは、うん、システムですね。そう、うん、で私たちは球体依然としたシステムの中にどっぷり使ってぬるま湯でぬるま湯世代ですよね。そう、だからそれをちゃんと攪拌してあげないとね下にはまだ熱いの冷たいの混じってないからねみたいな。いいことおっしゃる。その通り、ちゃんとやらんとあかんな。やらんとあかんな。でしかも今でしょってううの、ね、だからこれ2030年代まで引っ張れない問題だと思うので。あ、確かにね、うん、それは本当そうかも。20年代前期でやっとかないとまずいでしょう。ちょうど本当 今そういう、うん、あの時期に来てる気はするな。でそれがうまいこと東宝の社長が変わりました、うん、是枝さんがガッと動きます、ね、山が動いた感がここで出てきてます、ね、そうでプラス今年はほら浜口イヤーだったから、ね、浜口さんとかが先陣切ってやってくれる、うん、あの人なんてもうスーパーバランス感覚じゃん。なるほど、うん、スーパーバランス感覚で生きてる人だからなんだろう、天才の頭おかしい人だとは思うんですけれども、うん、でも感覚的にはバランス取るのすごくうまい人、ね、ニュートラルなタイプかもしれない。そう、あれはすげえ才能きたなと思うから、うん、まあ是枝さんとかね、深田さんとかが、ね、一緒にやって、うん、そうですね、やってくれる。すごい人たちいるよね。いる、ね、いるいる、うん、たくさん。環境だけですね。ね、あ、そうそう、本当そうだね。結局ね、土地が耕されてないところでどんな種まいたところで育っちゃしないから、うん、今あの土壌をなんとかして道筋を立てて、感じですね。耕してあげないといけない状態だと。確かにですね、なんかフランスも今年よひろさんと一緒にスピークシティ国際ディシマ映画祭を、はい、一緒に特集しました。楽しかったです、はいはい、あの国際コンペティションの部分の中では5本フランス出身映画なんですよ、うん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 、やっぱりそういう、まあ、システムというか環境がちゃんと整えばいい作品が出るっていう。そう、ね、まあ、フランスはね、それこそ CNC がありますから、深田監督何回も紹介したものなんですので、本当そうなんだよね、うん、なるほどね。
じゃあちょっとあの最後にあの、はい、ジョさんの進行表に従って上半期の1本、はい、これ難しいこと言うのに、ちょっと3人ともマーヴェリックになるんだろう。まあそれはあのもうね、もう完全にそれはそうなんだけど、うんうん、もっと個人的にでもいいかもね。パーソナルな、うん、パーソナルな一本なんだろうね。じゃあ上半期は難しいですね。じゃあジョさん言い出しっぺだから言ってください。まず今年上半期で見た作品の中で一番印象に残ったのは、うん、それはありますよ、うん、ホンサンスの新作です。あ、小説家の。いいね、はい、よかったね。あれはコンサンス何やっても変わんねえ。でも今回はすっごく分かるんです。あの小説家のノベルスト なんちゃらみたいなやつ、はいはい、うん、あれはなんていうかね、なんかあのホンサンス集大成的っていうか、キム・ミニへのプロポーズっていうか、うん、いろんな要素が入っている作品なので、うんうん、これを見て今上映中の2本がなぜ作るのかも分かりますし、そう、ね、でもさらに今年また1本ありますね。サイバスチアンコンペに入ってるんです。あ、そっかそっかそっか、すごいな。だからあのコンスタンスっていう作家の、うん、なんていうか可能性っていう、ね、なんかもうよく分からなくなっちゃったので、ね、集大成って言葉危険よ。そう、危険だ。毎回そうなっちゃうから、毎回そうなっちゃう。集大成じゃ終わるからね。そうそうそう、キム・ミニとの関係性の集大成っていうか、なんかすごい作品見ましたなって、うん、上半期の中で一番、まあ、もちろんカンヌは 4,5 本しか見てないので、コンペ、うんうん、なんでもやっぱ年末にで話さないといけないんですけど、上半期は確実にホンサンスの新作が、ね、とても印象に残りましたね、うん、よ良かった、確かに、はい、そうか、吉郎さんご覧になってるのか、うん、あ、見ました。あ、まあ、いいな、でも紹介しにくいなと思って。そう、いや、流行らないですよね。もう、まあ、流行らそうっていう風なタイプの映画じゃないしね。なるほど、なんだろう、吉郎さん、なんだろうね、一本でしょ。うん、なんだろうね、一本難しいよね。日本国内公開限定じゃなくていいんです。私も別に公開なしでしないので。あ、でもプラン75かな、私。あ、そうか。私10年すごい好きだったんですよ。お、元になってる企画で。なるほど。あ、香港版も好きだったし、うん、日本版もすごく好きだったの。あ、それは素晴らしい。で、日本版の10年の5本の中で私が好きだった、うん、一番好きだったのがプラン75だった。お、じゃあもうさすがですね、先見の明が。あ、あれが伸びたってこと。一番分かりやすかったから。まあそうかもね、だってウバステヤマの話じゃない。そうだね。で、ウバステヤマがまさかの時を経てまたカヌに出ますっていうのが、うん、あ、まあ、運命 ね、面白いよね。しかも受賞したです。そう、まさかのカメラドール特別表彰だったからね。でもしかもあれ狙ってたのよ、うん、カメラドールを。あ、そうなの。狙ってたの、あのカンヌに行きたいっていうのは早川さんがもうずっと言ってた。あ、そうですか。そう、かなりあの去年もいろいろ動いてるんですよ。そうそうそう、ベネチアで。さすがですね。動いてたんだけど、でもね、完成がギリギリになっちゃったのよ、うんうん、だって私見たバージョンはまだ完成してないでしょ、試写の時は。そうそう、はい、私も最初そうだったかな、はい、で、実は今テスしてんですよ、カンヌって。え、間に合うのっていう時期だったのよ、それが。でもギリギリで行ったってこと。まあ、そう、滑り込み性が、まあ、カンヌは大体別に締め切りかけないですね、うん、あ、良ければ、はい、で、しかも、うん、すごいね、でも編集フランスでやってるし、あ、はい、うん、だからそこもね、うん、ちゃんとね、戦略的にやってる映画だったんだよね、うん、しかもまあこれも10年といえば是枝さん絡み、はい、是枝絡みです。いろいろ、うん、ありますよね、うん、流れが。デビューちゃんと思わないですね、うん、そうね、そこがやっぱりすごかった、うん、満を持して感が、うん、すごいね。で、もともとワワの人だからね、早川さんが。あ、なんかそうだ、読みましたね、それ。そう、うん、まあそれね、うちの番組でやったんだけど。あ、そうなんだ、ね、そう、私も番組で知ったの。えっと、ワワの人だったのみたいな。あ、そっからか、じゃあ情報って、うん、そうそうそう、うん、それまで出してなかったんじゃないかな。そうかそうか、うん、で、長編初めてで、うん、カメラドール狙いますって話だったでしょ、うん、で、あ、なるほどね、まあこれいけるか、いい線はいけるかもね、うん、って言ってたら本当に撮れたっていうのと、ある視点で撮るのもすごいですよね。そう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 、うん、そうだよね、そうだよね、あれ逆に難しいよな、難しい、撮ろうと思って撮るの難しいよ、難しい。
し、うん、あの短編版ってその世界観の説明で終わってた、ね、そうなんですよね。バイショーさんも登場して、うん、存在したいです。まさにあのベースの世界像だけを、はい、庭を作ったってだけだもんな。でそれをさ、うまいことさ、3、4人の群像劇に仕上げたっていうのはすごくうまい発想だな。本当そうですね、脚本力があるな。バランスも良くて外国要素もうまいなと思いました。すごい上手。あの森さんとあの新作の中でも紹介しましたけど、うんうん、かなり日本的な話ですね。そうそうそう、はいはいはい、なんだちょっとね、な石川圭さん、はい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 、あの人の匂いがちょっと、うん、あなるほどね、うんうん、で石川さんほど分かりにくくない。あー、うん、悪。いや、悪好きなのよ、うん、好きなんだけど、うん、やっぱ万人受けはしないじゃない。そうですね、私も好きなんですけど、うん、全然ダメだったもんね。ちょっとダメでしたね、うん、ちょっとしたことなんだけどね、はい、でもずそうね、変わりますよね、やっぱり、うん、その架け橋は、ね、そこはやっぱさ、早川さんはワウワウで大衆娯楽をやってるっていうのは大きかったな、なるほどね、映画作家なんだけどね、うん、分かりやすいですもんね、うん、とにかくね。そうそうそう、75だからね。そう、75、グッです、はいはい、うん、でその後に出てきた論争に至るまでが面白い、うん、だってさ、うん、あれってさ、もう完全にインボイス法と全く同じでさ、うん、悪法じゃん、ただの、ね、ただの悪法なのに、あれを見た若い子が、うん、これあった方がいいんじゃないっていう人が結構な数出てきたっていうのが、日本終わっとるわだからその問題定義としてやっぱり間違ってないんですよ、鋭いんですよね、非常に、うんうん、いや確かに選ぶ権利はあっていいと思うんだけど、それは国に言われるものではない。そうなんだ、うん、そう、それは自分で決めるものなんだ、システムじゃないんだ、そうそうそう、うん、いや本当そうね、安楽死方面、スイスみたいにね、うん、安楽死ができますよって国があるんだったら、それはそれでいい、うんうん、そう、これ似て非なるものよね。そう、全く違う、75、うん、国から死ねっていう感じですよ。そう、だって75になった瞬間に就職先が閉ざされるっていうとこから始まるじゃない、うん、あれ鋭いよね、うん、でうまいなと思うよ。で本当その表面上は柔らかく、あの保険 の, あ, のあれみたいにこういうプランがあります。で生きにくい社会をどんどん作ってるのに気づかない若者っていう描き方もうまかったじゃん、あのベンチのさ手すりとかさ、あれめっちゃうまいよね。ここにこれあると寝られないんですよ。あ、確かに確かにいや怖いよこの社会人。なんか本当そういうことでどんどんそちら側に誘導するような、そうそうそう、あの世界づくりを、社会づくりをしている人がいるんだよ、うん、みたいな、お話ですもんね。で現実、それが現実社会にもあるものを取り入れてるっていうのが非常にうまいやり方だった。だからヒットして叱るべき映画だなと確かに思いましたね。うん、まあよね、うん、ただ2億いくとは思わなかったけど、いやすごいよな、7,000〜8,000万いけばいいだろうと思ったからね。じゃあ次回作も全然可能性が全然ある。だってしかもプラン75、もう一個は国際共同政策が可能性があるなっていう感じが。そうそうそう、はいはい、うん、でしかもね、文化省なんだよね、あれ、うん、文化省の財政支援を受けて、うん、あの映画ができたっていうのは素晴らしいことじゃないですか、うん、なるほどね、文化省まだ腐ってないよよかったよかったって、うん、まあ、なんかある意味あれか、あの小野田を引き継ぐようなら、ね、ちょっと近いですね、あの言えるかもしれないですよね、うんうん、いやそうなるとやっぱり重要な一本ですよね。重要じゃない、うん、だって日本では水俣なんて絶対取れなかったわけだし。そうだね、そう、うん、ね、ブレッドトレインが取れないよ、水俣も取れないよ。そうなのよ断るから。そう、水俣マンダラは取れたけどねそう、水俣マンダラでないと取れないよ、ね、そう、そっちじゃないと無理なのよ、うん、いやそうなんだよな、そう、でもそれこそね、是枝監督の流れでいうと文福 の, あの、ねうんうん、川田絵馬監督のマイスモールアーズも、ね、よかったあれ、本当よかった、結構入ってましたしね、話題になった、関心持ち始めたっていう感じですね、うん、やっぱ不平等であるとかさ、うん、社会にちょっと不満を持っている人たちが何が問題なんだろうっていうところ、うん、ちょっとずつ目向け始めたなっていう感は去年ぐらいから出始めた。でもそれはね、良くも悪くもコロナのおかげかもしれない。あ、そうかもな、うん、不平等が生まれたから、うん、目に見えて。そうですよ、最近本当に友達から聞いたんですけど、うん、あの関西からあの関東に引っ越しに来て、うんうんうん、あの某県にいた時に、うん、あのほとんど7割ぐらいのマンションは中国人とか。分かる分かる分かる、うん、分かり合えないです。でも完全に差別じゃないですか。差別、うん、まだ続いてるんだっていう。ちょっと待って、それ日本人にもあるのよ。私今年新居探すときに、ね、4件断られたからね。そうなの、フリーだから、フリーランスだから。怖ー、もう怖いんだけど。審査落ち怖かったよ。私引っ越し日決めちゃったけど行く場所ないかもって思ったからね、最後やばーと思って。そう、態度立っちゃってたからもう。え、フリーで年齢もあんの、うん
フリーで年齢あった。あ、そう。じゃあ僕もアウトじゃん。なんかね、フリーで30代半ばとかだったら借りれたんですけどね、みたいな風にさらっと言われて、ですよね、今年50ですもんね、私、みたいな。あ、年収とかも聞かれますし、賞金とかも。まあね、それは聞かれちゃうけどね。まあ、それはね、支払い能力の問題で分かるんだけど、いいんだけどさ、そこは。たかだか賃貸でここまで審査を落とされるとは、私はもう人生終わったなと思いましたからね。そう、今なんかね、怖っ。外国人に対する厳しい、すごく厳しくなっていて、うん、あの携帯の申し込みもビザとつながっていて、ね、私もし今でしょ、あのビザは来年も更新しないといけないんですけど、うんうん、ただ3ヶ月以内に更新期限だけなんですね。だから今更新したいと言ってもあの更新できないんですよ、うん、でそうするとあなたの期限が2年以内ですと、うんうん、携帯購入できるみたいな感じ。え、厳しくないそれ。厳しくなっているなぁ。で更新したら5年になるんですけど、うんうん、でも更新できないじゃん今。できないできない。だこの期間でもし携帯欲しいならどうするっていう。いや本当そうだね。いやそういうのも知らなかったな、こっちはな。厳しいなっていう、まあ、外国人に対することは、まあ、いつも厳しい、まあ、確かにいろいろトラブルはあると思うんですけど、うん、ただこれはね、もっとバランスよく、ただちゃんとやってる人がかなりいるっていうところを、ちゃんとやってる人の気持ちを無視してるから、うん、そうなんだよね。だから悪いことしてる人たちの方しか向いてないわけじゃん。それで規制をかけていくじゃん。そこの差別がすごい。それはおかしいんだよね。日本人でも悪い人は悪い人でいる、いい人はいい人でいるんだから、うん、でしかもどっちかって言ったら悪い人の方が少ないんだから、うん、いや本当そうよ、うん、思ってんのにね。あ、そう、いやショックです、いろいろとショックですよ、うん、でもまあジョさんの話はそれこそね、マイスモールランドとは非常に近い話ですよ ね、うん、すね、あれはいい映画だったね。だから監督がね、文福の人だっていう風に聞いて納得って思ったね。なんか繋がりますよね、うん、まあ、でも本当プランもマイスモールランドもまあ女性の監督さんでっていう一作目で、また是枝監督ですね。そうですね、キーとして入ってキーとしてお願いしたいですね、はい、なんかやっぱ動いてる感じがします、ね、うんうん、僕今年のね出てこないですね、なかなかね、マーベリック、ね、マーベリックな。だから多分僕そのベスト10とか作るんだったら、うんうん、もうマーベリックはちょっと別格だな。あの、ね、もうみんな入れるから特別枠、媒体によるかな。あ、まあね、媒体による、うん、媒体によるでしょ、うん、これがキネジュのランキングとかだったら、うん、マーベリックは外そう、ね、外そうかもする、うん、そうみんな入れるしね。もうちょっとマニアなもの入れて大丈夫かなとか。そうだね、うん、ただなんかスパとかで言われたら、あ、もう全然1位マーベリックだよみたいな。そう、入れるとしたらもう1位とかね、そういう感じになっちゃう。中途半端のところに置けない感じじゃない、うん、そうだね。キネジュはまたアカデミー、去年のアカデミー賞関連のもの1位になるかもしれないですね。あ、そうそう、1年っ一週遅れだもんね。リコリスピザとか、そうそうそう、リコリスピザもかなり上には来そうだな、うん、結構だからでも1本ってやっぱりその現象面含めると難しいですね。あ、そうですね、社会も難しいです。社会現象っていう意味では本当に1本しかないから ね、そうそう、実は本当トップガンしかないんだけど、で下半期にそれが現れる気配はないしないか、ないね、ないね。ブラックパンサーがそこまで跳ねるなんて思わないですよ、うん、まあそうだね。アバターだって結果出るの来年だから、来年ですね、12月だからね、はい、今回が、まあ、今年上半期で僕あの一番長いの書いたってことで言うと、うん、あの佐藤さんの夜を走るだけ、あ、うん、7センチ書いたからな、うんうん、7センチすごっそうそうそう、まあでもあのだからまあ、地味な立ち位置ではあるんだけど、うんうん、まあ、本当でも変わった刺激的な映画を捉える方はたくさんいらっしゃると思いますよ。いや、これからそういう人どんどん前に出てきてほしいですね。そうですね、もうちょっとだからそういう映画も世界に届けばいいなと思ってます。だからそれでそれが配信っていうフォーマットを使って外に出ていけるような体制が整えばいいなと思う。そうですよね、日本はね、やはりそういうこと考えてないんですよ。だいたいギリギリ完成っていうことでもうおかしいですよ。だいたい完成してから半年 の、 そうそうそう、あのプランを立って公開するっていう、うん、だいたいギリギリ完成っていうのがちょっとそこは改善してほしい。おかしいもんね、眠らせてる時間もすごい長いし、早めに完成すると海外も同時公開できますし、そうそうそう、今年上半期で韓国で一番ヒットしたのは犯罪都市2ですね。あ、そうそうそう、マドンソク先生の新作で、あれは台湾、香港、まあ、東南アジアもほぼ全部同時ですよ、うん、それは日本でも全然可能じゃ可能、できるはずなの。ただなんかギリギリ完成するの難しくなるので、そう、それは無理だよね、はい、こういうこともっとなんか、ね、やっていけたら、ね、うん、全然可能性はあると思いますので、うん、まあ、そう
ういうね、まあ、ヒット作系のもあれだし、もうちょっとアートハウス寄りのものも何かその流通の可能性っていうのはあってもいいなと思います、ね、不思議なことにさ、そういうさ独立系というか本当に自主制作でやってる 若い人たちが作った映画のプラットフォームとしてなぜか U-NEXT が動いてくれてるんだよね。そうですね、 U-NEXT も素晴らしい。でもさ、U-NEXT だとさ外に出せないじゃん。あ、そうね、それはそうだね、国内だけでしか見れないから、そう、それは一つある。そう、だからそこをアマゾンさんとかがねうまくやって、そうだね、ネットフリーさんもなんだけど、でもネフリーに入るとちょっとねオリジナルがついて大変なことになっちゃうだろうから、ね、もうちょっとなんか架け橋が欲しいですね。ちょっと緩いところが欲しいんだよね、うん、ここは文化庁とか動いて、うん、お金少し出して、そうそう、まあ、出た英語字幕大体あるので、うん、そうなんだから、ね、ちょっと配信するだけなんです、うん、そこがうまく動いていただければ。アマゾンだって今新しい動き多いですよ、多い、ね、サッカーの集計まで手を出したんですよ。あ、そうそうそうだね、うん、なんかちょっとその、はい、うん、でもやっぱり思いますよ、そのアートハウス系の今年、まあ、厳しいなと思ったので、うんうんうん、まあ、厳しくなっていくでしょう。だからちょっとなんか配信でもいいから、うん、厳しい割にはさ質がいいものが出始めたからさ、もったいないですよ、もったいないのよ。ただしかもあのアートハウス結局何巻しか公開できないので、そうそうそう、見たい人も見れないで、そうそうそう、そのうちに忘れちゃうっていう、下手すると1巻で終わるから、そう、1巻1週間とかね、そうそうそう、存在感が、ね、それもかなり痛感しました。そうですね、はいはい、でしょ、はいはい、ルッツもさ、あんだけいい映画だから、はいはい、なんかやっぱりいろいろね、はい、広げる方法っていうのは考えないとなと思いましたよ、うん、ハイブリードして全然反対しないし、うんうんうん、やっぱりそうした方がみんな見やすくなるっていうところもあるので、うん、見てもらわないとね、まずね、まずはそこなんですね、うん、そう、それは思いました。あと劇場鑑賞料金もやっぱり高いですね、高いです。そうするとね、うん、あのやはりちょっとみんな動くにくくなるだろうっていう、うん、躊躇はするよね、うん、そうですよ、うん、だって対策ポップガンとアートハウス系同じ値段だからね。そうなんだよ、トップガン行くよな、トップガン行くよ、まあ、結局トップガンだよね、うん、まあでもいろいろね、いい問題提起が出たような気がしますね、うんうん、すごくいい上半期ですね、ね、いいんじゃないですか、はい、いい、なんか予想外にいい話が多かったなと、はい、なんかネガティブな話多いんだけど、うん、もうそれに対して解決しようっていう動きがちょっと出てるっていうのが、ね、本当ありがたいですね。そうですね、なんかそういうだから割とこのさ8月で話せてよかったかもね。ああ、そうね、6月だとまだこれ話せなかったからね、うん、そう、あの今ちょっとだからみんながもうこっから上げていこうっていう、うん、そニュアンスになってるから、なんかね、ちょっとシネシネ映画だけじゃないんだよ、ヒットすんのが。そう、本当ちょっと頑張りましょう。いろいろとね、はい、前を向いて歩きましょう。というまあ感じでしょうか。はい、はいはい、では今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、また長かったね。